野村古道作。銭形平次取物控え。金茶っきりの娘。一。ああ、危ねえ。銭形の平次は辛くも間に合いました。夜桜見物の帰りも耐えた両国橋の中ほど、若い二人の田元を取って引き戻したのは、本当に精一杯の仕事だったのです。どうぞ。 みのをいいます。だっかちな。そんなみなげの決まり文句なんか素直に聞いちゃいられねえ知らな,なきゃならないわけがございますどうぞあら争う2人平次はたたきのめすように橋の欄干に押しつけました頼むから静かにしてくれ俺は横山うから駆けつけたんだ息が切れてかなわねえ意見をするのが面倒くさくなるとた人をばって ににに晒ししする気になる気ななかもしれないぜ親分さんわかったよ380両の大金を巾着切りにやられて主人への申し訳言い返した女と一緒にドブンとやらかそうという筋だろうえお前はマスヤの養子徳之助こちらはお富と呼んだってねそういう親分さんは神田の平治だあっザリガタの 徳之助とお富は死ぬはずの身を忘れて町の波に傾く桜月の薄明かりの中に江戸第一番の御用聞きと言われた兵士の顔を見直しました横山町の店からの使いで飛んで行ってみると一度店へ帰ったお前がお富と示し合わせて飛び出したという騒ぎの真っ最中だいずれは心中者だろうと思ったが兵隊へ行ったか領国へ行ったか 向こう島へ遠っ走りをしたが見当がつかねえ。ともかく近場の両国へ駆けつけて幸い間に合ったからいいようなもののこれが永代へでも乗された日には今頃は三途の川で夜桜を眺めているぜあぶねえ話だ。そういう平時の言葉を聞いて二人はぞっと襟をかき合わせました助けられた今になってみると三途の川の夜桜があまり気味のいいものではなかったのです。 さあ行こうぜ。店じゃ皆さんも大心配だ。分けてもマスヤの旦那は三百八十両のことも忘れて、徳之助にもしものことがなければいいが、と、いたり立ったり、神棚に灯苗をあげたり、見るも気の毒なほどの気のもみをだ。申し訳もございません。でも、私はこのまま店へ帰ってはすまないことがございます。はてね。 月明かりのわずかに残る欄干にもたれたまま徳之助は苦悶に打ちひしがれて濡れでもしたようにしょんぼりと語り続けました十三の年親を失った徳之助は当園の升屋に引き取られて養子分で二十一まで働きましたが升屋の主人三右衛門の慈愛が深まるにつれて購売のやきもちが激しく三百八十両の大金を失っても 主人の三右衛門は許してくれるでしょうが番頭手代は決して腹の中では許してくれないだろうとこういうのですその上今日まで内緒にしていた音美との仲がこの心中騒ぎでいっぺんに知れたら他の奉公人の手前主人の三右衛門も素直に許してはくれないかもわからずいずれにしても二人そろって松屋の敷居をまたぐのは どうも遠慮しなければならないように思われるというのでしたそれは一応もっともだが金は働いて返す折もあるだろうし2人の中いずれは知れずに済まねえだろう店へ帰って体温ある主人に安心させるのが何よりの孝行というものではないか平次は口を酸っぱくして解き進めますが若くて一徹な2人は心中ひそこないの顔をどめどめと元の店へは 持っていく気になりそうもありませんそれでは私のお父さんはすぐそこの浜町におります行って相談してみましょうかお富はこういうのですようやく19になったばかり松屋の奉公人にはそう言いありませんが女隠居の相手をしている可愛らしくも清らかな娘で徳之助と並べると歌舞伎芝居の道行きを見るような一種の情緒を醸し出さずにはいません 死での晴れ着のつもりでしょう。薄化粧に一丁羅らしい目線を着て、赤い帯も黒い髪も、水へも火へも飛び込みそうな、純情無垢の象徴に見えて、平次の目には危なっかしくてならないのでした。それはいいが、店では心配しているだろう。平次はまだ松屋の大騒ぎが目に見えるような気がすんのです。親分、横山町へは、足が一走り行ってきますよ。 二人を浜町へ連れて行っちゃどうでしょう。月の熊の中から長い長い影法師を引いて現れたのは、ゼリガタ兵士の子分、ガラッパチの八五郎の充実な姿でした。二お父さん、開けてくださいな、お父さん。誰だい私よ、お父さん。お富は、 そっと入り口の戸の隙間に顔を当てました。どこの狐が化けてきやがったんだ、畜生。たまにかねて起き出した様子。火打ち金の音や荒々しい足音にも、ふんふんたる怒りはよくわかります。プーンと匂う硫うつけぎの匂い。そんなこと言わないで、お父さん。とみはやるせない様子でした。行くたびも行くたびも。 徳之助がそのまま逃げ出しでもするのを恐れるように振り返って後ろを見るのですお店からさっき番頭さんが来ててめえの不心得はみんな聞いてしまったぞバカ野郎死んだなら勝手に死ぬがいい親にまで恥をかかしあがってそう言いながらも家からがらりと戸を開けました明かりを背負った50年配の屈強な親父左官の彦兵衛といえば 仕事のうまいよりは頑固一徹なので、界隈に知られた顔です。お父さん、そう言わずに、相談に乗ってあげてください。私たちは、本当に死ぬつもりだったの。親分さんに助けられて、こうして、お父さんのところへ帰ってきたんです。おとみはそう言って、後ろに立った徳之助と、それから、ゼリ型の平次を見やりました。娘の沈んだ声も、打ちしおれた様子も、 彦兵衛の怒りをなだめるよしはなかったでしょう。お父さん主人の養子をそそながして380両の大金を持ち出させるようなそんな娘を俺は持った覚えはねお父さんそれは違いますよ380両は金茶っ切りに取られ黙らないか本所で四つ前に受け取った金をわざわざ花時の向こう島へ持ち込んで金茶っ切りに取られるやつがあるものかその上 おへ帰ったのは薄暗くなってからだって言うじゃねえか。お父さんそう帰ってくれ。俺まで泥棒の仲間にされちゃ売り込んだ顔にかかわる。縄をつけて突き出さないのはせめては親の慈悲だ。彦兵衛は言うだけのことを言うと娘と徳之助を行案の中に残したままボギ道に塔をぴしりと。がその戸を半分締めかけたまま。 銭形平治に抑えられました何をしはるんだ彦兵衛は少し中っ腹でした彦兵衛俺を忘れはしまいな平治だ久しぶりだったなあ銭形のウェブンかに残る月明かりに透かして左官の彦兵衛は仰天しましたかつては浅草で左官をしていた彦兵衛飲むうつの道楽が高じて一時は 金っきりの仲間にまで見ようとしましたが、今から五年前、別れていた女房の末子の勇に、本然として本心に立ち返り、娘の富を引き取って、神田で片人に生まれ変わったいき平次は何もかも知っていたのです。お富は美しく清らかに追い立ちました。親父に、金ちゃっきりの古傷があるとも知らぬ清純さ。それを見るのを唯一の楽しみに。 彦兵衛は本当に真っ黒になって働き続けたのです。嫁入り前の人修行のつもりで、松屋のオンライン居好きに奉公させたのは1年前。それは娘を仕込む術を知らない男親の寂しさでしたが、彦兵衛はそれも辛抱して、何の邪念もなく勤め上げて帰ってくるお女を待っていたのでした。それが、 おの養子と勝手なことをして三百八十両の大金を持ち逃げしたと万頭に聞かされ罪の遺伝の恐ろしさに彦兵衛は打ちひしがれながら根もやらず待っていると顔見知りの銭形の兵士に送られてけがもなく立ち戻ってきたのです飛びついて引きずり込んで二つ三つ横っ面を張り飛ばしてそれからひしと抱きしめて泣けるだけ泣いてやりたいような心持ちを我慢して 彦兵衛は模擬堂に戸を閉めたのに何の不自然があるでしょう平次が止めてくれなければお富が泣きぬれて父親の胸にかじりつくに決まっているように思えたのですいや、ああの娘を助けてくださったのは彦兵衛の照れくさ,さあれだよ彦兵衛あの町で仇に暮らしているとは仇に暮らしているとは聞いたがお富の親がお前とは知らなかった それにしても、五年前の彦兵衛とは、打って変わった心持ち、この兵士も、すっかり感心してしまったよ。兵士は、明かりの中に全身を表すと、こう、心から、老巾っきりの心境を褒めるのでした。恐れ言います、親分。それにつけても、お前の考えの間違っていることだけは言わなきゃなるまい。番頭は何と言ったか知らないが、三百八十両のお金は、確かに、 きりにやられたに違いない二人の様子でこの平士は潔白を見届けたよフう <laughs> 両国橋から飛び込もうとするのどんなに骨を折って止めたが鳥縄を出して欄干へ縛ろうかと思ったくらいだ人間は見えやしゃれで夜中過ぎの大川へ女連れで飛び込めるものじゃねえ松屋の主人は徳之助の正直をよく見抜いていらっしゃる 保護人たちには妬みも悲みもあるだろうが、主人の信用さえ変わらなきゃ、少しも驚くことはない。<laughs> 彦兵衛はポロポロと涙をこぼしておりました。銭形兵士が保証してくれれば、もう大手を振って、江戸中を歩ける二人です。乙 <laughs> と,との中がいっぺんに知れ渡って、このままでは横山町の店へ帰りにくいというだけの話さ。お前もよく、 若いい二人人に言い聞かせてくれ。あ、っっった言った。とんは黒人だ。よく分かってくれるよ。平次は両方へそう言いながら有明月の熊に小さくなっている二人を招きました三貧しい明かりの下に二人を押し並べて平次と彦兵衛は死ぬ気になった無分別を叱ったりなだめたりしました。 三百八十両は大金だが、マスヤの主人は諦めているし、方向人並みといっても、容姿のお前だ。一生真面目に働いて、身障を凝らせる気になれば、三百八十両は安い元手のようなものじゃないが。平次はそう言ってやります。これさえあれや、俺の手で何とでもするが、こんな暮らしをしていちゃ、三百八十両はおるか、三両二分もおぼつかねえ。彦兵は悔しがるのです。 悪事に栄えた昔のことを思い出したのでしょう正直者はそれが本当さところでどんな野郎が抜いたんだ380両が海中から消えた後先のことを少し詳しく聞かせてもらおうかと平次意艶の得意で380両小判で受け取ったのは4つ少し前でしたまっ、あ、すぐに両国へかかると橋のたもとでどこかの小僧さんが待っていて 松ヤの主人が小梅の寮にいるから、そっちへ持って行くように、ということつでです。うん。別に疑う心持ちもなく、向こう島へ行くと、ちょうど花は真っ盛り、昼前だというのに、土手はこぼれそうな人手です。その間を縫うように、小鳥の近くまで、実はとんだ儲けのつもりで、花を眺めながら行くと、いきなり突き当たって、喧嘩を吹っかけたものがあります。どんな野郎だい 彦兵衛は横合から口を出しましまコインのはががった嘘そおばたの男で「うん」「二つ三つ殴られて土手の下へ転がされるとそれ喧嘩だ」という人だかりようやく跳ねのけて飛び起きると相手は人混みの中に飛び込んでどこへ逃げたかわかりませんはっと気がついて海中を見ると三百八十両の小判を入れた財布は紐を切られて抜かれてしまったのです あのややれやがったな。彦兵衛は思い当たることがあるらしく、原稿で鼻の頭をなで上げながら爪め寄りました。びっくりして、気違いのように駆け回りましたが、相手はどこへ逃げたか、影も形もありません。米の寮へ行ってみると、旦那がここへ来ているというのは真っ赤な嘘。よくよくたくらまれたと気がつくと、私はもう、死んでお詫びをするよりほかに、思案もなくなりました。 日の暮れるまで死に場所を探して、あっちこっち歩き回りましたが、どこへ行っても花見客でいっぱい、日が暮れると足は横山町の方へ向いておりました。お女に会って一言、別れの言葉が痛かったのです。徳之助の方はガくりと落ちて、瓶のほつれも白い方も哀れ深い姿です。一緒に死のうと言いましたのは、この私でした。お父さん。 観念してください。お父さん一人残して死ぬと思うと胸が張り裂けるようでした。でも徳之助さん一人殺して私は生きている気がしません。後ろから乙女伸ばした手はそっと父親のひざ小僧へ。バ,バカな。親父を捕まえてのろけを聞かせるやつもねえものだ。<laughs> 彦兵衛は振り落ちる涙を横殴りに払って。 歪んだ笑いを絞り出しりりておりますところで彦兵衛その巾着切りの薄あばたをお前は心当たりがありそうだが平次は職業意識を取り戻しましたそれですよ親分若い者には聞かせたくねえ話でちょいとお顔彦兵衛はメガにものを言わせて滑るように明けかかった町へ出ましたそれを追って平次。 二人はしばらく無言のまま、浜町菓子に立って、銀レズから桃色に開けていく、大川端の春を眺めております。聞こえ、薄羽端の巾着器は誰れた。早い方がいい。今から手を回したら、金が戻るかもしれねえ。平次は口を切りました。鍵羽端の東作という野郎で、仕事をするときだけ自分の顔へ、絵の具で泡を描くほどの、 余人深いやつですよ。どこにいる少しでも早い方がいい。ねえ、ウェブンさん。これは死に任せてくださいませんかじって取り直しはそんなことを言っちゃ悪いが、後口の良くねえことがあります。彦兵衛が一斉一代、体を張ってきっと肩をつけます。こいつは死に任せておくんなさいまし。彦兵衛は思い切ってこう言うのです。 それはまたどうしたわけだと平氏松屋の嫁になろうという娘の身に足の素性を知らせたくはありませんそれにあの盗作の仕事ぶりを足はよく知っておりますこれは企みに企んだ上のことで金を隠して柿跡を洗っていた日には親分が踏み込みなすってもどうすることもできませんその時はてめえが意気証人になってくれるだろう なあ、彦兵衛。なれとおっしゃればなりますが、その代わり、足の筋をは明るみにさらされて、娘は死ぬほど焦がれても、マスヤの嫁になれっこありません。会いたい死人を助けてもらっても、独り死人をさせちゃ、かえって不憫じゃございませんか、親分。三百八十両の金を取り戻し、徳之助とお富を無事にマスヤに返した上で。 羽ばたの盗作を縛るなり叩くなり、勝手になすっておくんなさい。ね、おヤブン。ゼニ型の親分さんを見込んで、この彦兵衛が、一生一度のお願いでございます。いつの間にやら彦兵衛は、朝の大地の上に崩われて、ゼニ型兵士を拝んでいたのです。よし、あった。たった三日、二次元を切って待ってやろう。手前の会心を見届けた兵士が、あの、可愛らしい娘への、 土産代わりだありがとうございます親分いいよ俺は拝まれるのはあんまり好きじゃねえ大変な泥だぜしようがねえな平治は彦兵衛を起こしてやってその胸から膝へ一面についた土埃を払ってやりましたもう出始めた町の人たち酔っ払いの介抱とでも思ったのかそれを遠巻きに見ていいのでした 4田原町の巨爾や盗作40年配の気の利いた男ですがこれが柿穴の盗作と言われた希代の凶族と知るものはめったにありませんその奥の思いのほか税を尽くした一間に主人の盗作と左官の彦兵衛は相対しました久しぶりだね彦兄目と鼻の間に住んでいたも家業が違うと こうも合わないものか。当作は渋い茶一杯入れるでもない冷たい態度で少し茶化し加減にこういうのでした。おかげで地道な貧乏暮らしも4年と続いたが、今日はね、当作少しお願いがあってきたんだが。彦兵衛は居心地が悪そうにもじもじしながら思い切った様子で切り出しました。おてね。 御時のお前さんからの頼みというと袋戸棚のからかみでも貼ってもらいたいというのがいい盗作はタバコ盆を引き寄せて一服吸い付けのどかな煙を長々と吐きましたブーンと高貴な黒部の香りほかじゃあねえ昨日向島で抜いたマスヤの息子の三百八十両何を読んだい小谷。 向島だの、三百八十両だのと。俺はもう悪事とは縁切りさ。三年前から仇になって、近頃では、左官の彦兵衛と同じように通用する、教授屋の盗作だ。おかしなことを言ってもらいたくないね。そうでもあろうが、盗作。俺が聞いた手口は、昔のままの鍵あばただ。あの三百八十両を抜かれたばかりに。昨夜は両国から、危なく、若い二人。 身を投げるところよ。一人はヒクニーの娘、おトさんとか言ったね。それまで知っているなら言うだけ野暮だ。なあ、東作、昔のよしみ、その三百八十両、このヒコベの顔に免じて返してくれ。きっと恩に生きる。それじゃあヒクニー、本気でそんなことを言いに来たのか本気も本気、この通りだ。 娘の命にも関わること、後に帰った彦兵衛が一生の頼みだ。来てくれ、盗作。彦兵衛は両手を畳に下ろして、涙ぐんでさえいたのです。やい、彦に。いやさ、彦兵衛。歳のせいかは知らねえが、大層てめえはボケやわったな。盗作は、ギンギセルを逆手構えに、火鉢を小立てに取って、きっとなりました。盗作。 頼む。盗作盗作と安くしてもらいたくね昔は悪党仲間の兄分だろうが稼いだ金をそっくり返せというのはこしとらにはねえ人気だふざけたことを言いがると飛行兵だろうが牧年人だろうが勘弁しねえぞわったよ盗作てめえの腹を立てるのは無理はねえが俺の方にも少しばかり言いたいことがある 娘の命を助けたのは、俺じゃねえ。ゼニ型の平治親分だ。三百八十両を抜いたのは、柿畑の盗作と話すと、何？まあ、待ってくれ。俺は一生懸命、平治親分をなだめて、三百八十は見事、この彦兵衛がもらってくるから。と、予約を引き取ってもらったのは、つい宣告だ。それじゃ、てめえ、ゼニ型の平治に、この俺のことまでベラベラと喋ってしまったのは、盗作は？ カン,カンに腹を立てながらも襟元の薄寒さ,さを感じました銭形兵士ににらまれることは悪党仲間にとっても致命的な恐怖です娘の命を助けたさの生きがかりだそれは仕方があるものか380両の金を返してくれさえすれば兵士親分に頼んで今度のことは目をつぶってもらう工夫もあるだろうなあ盗作ごめん小室何 ぴきに脅かされて獲物を吐き出したとあっちゃこの盗作の名おれだ今すぐ長いわらじを吐くまでもそいつはごめんこうむろうよどうあってもか盗作。いやに盗作、盗作ってやがるじゃねえか。誰がなんと言ってもやだよわかったがい彦べやろう二人はにらみ合いました相当を始める一瞬前の猛獣のように <laughs> 土はとんだいい気合だよヒコアニ急に笑い出した盗作の顔をヒコベイは眉も動かさずににらみ据えます380両ことと次第によっては随分返してやらないまでもないがその代わり礼はするだろうなヒコアニ礼それはそれともその日暮らしの差がにはどうせろくな礼もできないが 彦兵衛は緊張が緩んで思わず肩を落としました相手の様子に妥協的なものを読んだのです礼と言ったところで銭や金じゃね俺には少し望みがあるんだ他じゃねえ百八十両返しゃ徳之助も無事にマスに収まるだろうおととはどうせない縁と二人を諦めさせておとを この盗作の女房にくれる気はないかお、なんだと東作は大変なことを言い出しましたそれが嫌ならマスヤへ乗り込んでてめえの素性をみんなバラしてやるまでよ江戸で指折りの大棚が近茶っ切りの娘を嫁にするかしないかこいつは面白いぜなあ彦に。<laughs> てめえそれは初期で言うのか盗作 正気も正気。この通り酔っても寝ぼけてもいるわけじゃねえ。年は少し違うが、まだ焼く前の盗作に、ジュークの乙女が、ふつり合いとは言わさねえ。金チ切ッの娘が、金チ切ッの女房。こんな似合いの縁があるものかやろう <laughs> まあ、怒るな、彦兄。俺は二、三年前から、乙女坊に目をつけていたんだ。この縁談さえ承知なら、三百八十両はいのお代わり。 のししをつけて差し上げるよ。盗作のふてぶてしさとそのたくらみの深さに圧倒されて彦兵衛は燃える目に宙を見たまま血の出るほど唇を嗅ぎました浜町の家ではお富と徳之助が平時に言いなだめられながら事情も知らないながらも何やら吉報らしいものを待っていることでしょう お富を一人残して、徳之助だけ店へ返すのは、彦兵衛の方では不可能なことでした。死の一歩手前まで行った二人は、恥も外分も、義理も対面も捨てて、もう一瞬もそばを離れようとはしなかったのです。幸い、松屋の主人、三右衛門からの言とづてで、二人を一緒にする前提として、しばらくは世間体を兼ねて、お富は、 浜町の父親のもとにとどめるのが本当だろうということになり迎えに来た手代に連れられて明かりの入る頃徳之助はようやく横山町へ帰る気になりました「音美若旦那はお店へ帰ったが百八十両の金が戻らなきゃ親類型や古い方向人の手前升屋の跡取りになるのが難しいことはお前にも。 わかるだろうな改めて彦兵衛は娘に因果を含めるのでしたそれはしかし何の前提やら父親の気持ちをはがりかねて音美は美しい瞳をあげました「ス屋から追い出されても裏長屋に住んでも2人一緒に暮らせるから」とお前は思うだろうがそれじゃ世情の義理がすまねえ。 男の出世を妨げるのは何と言っても連れ添う女の恥だわかるかおとみ。えそれがわかるなら今晩ほんのしばらく嫌な客に付きあってくれ380ローの手土産を持ってくる客だお父さんそれはさしの通り金ジャッキーの盗作という男だが深い訳があって表沙汰にしたくないのだよ わかるがおとみ。子供の時別れて5年前母親の臨終のとこで久しぶりに会った父親ですがそれから5年の間の愛育は世の常の50年の恩にも超えて深いものでした世にこんな良い父親があるということはことして、なんという誇らしいことでしょうおとみはいつでも反白の瓶から 御光がさすような心持ちで父親彦兵衛を見てきたのですお父さん私には何にもわからないけれどお父さんがよいと思うことならどんなことでもやってみましょうお富はそれほど父親を信頼しきっていたのでした教授や盗作柿ばたとあだ名のある大悪党が押しかけ婿に来ることはもとより知る由もありません まもなく、盗作が街籠で乗り込んできました。兄さん、六つだ。早すぎはしないだろうね。さすがに、決まりが悪かったものが、少し面をかぶって、えみ割れた方がとろけて落ちそうなのも不気味です。まあ、んな。おとみ、おとみ、俺の古馴染みの盗作さんだ。挨拶をするがいい。そのいえ、逃げも隠れもならぬおとみは、 の影に小さくなりましたおとんを相変わらず美しいことだな今晩から俺はここの人だよお前とはしー余計なこと言うな若い者はびっくりするじゃないか彦兵衛は精一杯の目顔を働かせますどうしても承知しなかった盗作を解き落としてお富との祝言はいずれ徳之助と縁が切れてから改めて徳之助と縁が切れてから き事をするとして今晩はほんの見合いだけということで話をつけたのです <laughs> そういったものかいなおとみぼこう見えても俺は日本一の親切者さおとみぼに気に入るように380両のお金はちゃんとここに持ってきたよ次第によっちゃのしをつけないものでもないなあおとみぼ今晩にも この俺の女房になる気はないかえ死なだれかかる死重男の醜さ。おとみはぞっと寒気がして、父親の背後に逃げ込みました。おとみ、あれほど言っておいたじゃないか。尺をしてあげな。はい。なあ、当うく、夜は長い。まず身腰を添えて飲むがいい。そのうちにはおとみも、一晩経てば、一晩だけ、歳を取るというものだ。 その代わり、お互いも一晩年を取るぜ。<laughs> だが、全くたまらねえぜ。おとみ坊の尺で飲むなんて。俺は三年越し夢に見た図だが、昨日までもこんな幸せにやりつこうとは思わなかったよ。だからよ、存分に飲みな。海王はおとみ坊に頼むが、ギャル。作はクジラのように飲みました。逃げ押しのおとみは、 彦兵衛に目で叱られて観念しきった手に調子を上げるのですこれが徳之助を救う方法と聞かされなかったらどんなに父親が引き止めたところで四半時とも我慢をするお富ではなかったでしょう6つから4つ午後10時まで飲んで飲んで同作はとうとう正体を失いましたいい塩梅に眠ったようだ オ富マグラ持ってきな。それから、あんどんをどかせんのだ。黙ってあんどんをのかせ、廃盤をざっと片付けて、お富は部屋の隅に震えております。驚くことはない。少し静かにしたら、よく落ち着くだろう。とんだけだものにつきあいさせて、気の毒だったな。お富その代わり、この後始末は俺がしてやる。彦兵べは乱水して、 正体もなく眠りこけた盗作のそばにいざり寄りました。お父さんおとみは思わず声を出しました。父親の手が妙に物慣れた滑らかさで何にも知らずに眠っている盗作の海中にスルスルと入っていくではありませんか。抜かれたもの抜くまでのことだ。驚くことはない。ずるずると引き出したのはカエルを飲んだ蛇のように。 恐ろしく膨らんだ胴巻うなされたように願いを打つ盗作彦兵衛の右手にはキラリと合口が光りましたホトさん大丈夫だ心配するなこんな毒虫は人助けのために命を取っても死災はないが俺は卑怯な人殺しはしねえお前はその胴巻を持って 横山町のマス屋へ行ってくれ。ここにまごまごしていて、こな野郎が目を覚ますと、後が面倒だ。お父さん。手代わりでもよくわかる。中は確か380両。少し重いが、男一人の命にも関わった金だ。しっかり持って行け。胴巻を娘の帯の下へ回しながら、彦兵衛はそう言い続けます。もう9つ。 午前0時近いでしょう。街は灰を巻いたように静まって、おぼろのせいのように、ひらひらと飛んでくる画弁。お父さん、それじゃ。おとみが380両の小判をしょって、一方、真夜中の街へ踏み出しました。命がけの金だぜ、おとみ。はい。これが。 しばらくの別れになろうもしれないお父さん何そんなことがあるものか明日はまた会おういいかおとみ娘を夜の冒険に送り出して引き返した彦部衛。んどの明かりの中に動物のように乱水した体を横たえた盗作を にくにくしく見つめましたがいきなり肌と枕を蹴って「やろう起きろ」低いが押し付けるような声を浴びせました「ゴロリごろりと願いを打った盗作それくらいのことではなかなか目を覚ましそうもありませんただの酒だと思ってよくもらい上がったな畜揮どうするか見るがいい 勝手からもじらした手桶。井戸端へ行って二つるべまで組み入れ、まんまんと水をたたえたのをもって、盗作の枕元に突っ立ちました。水彫りをつかせてやる。驚くな、ね。高らかと持ち上げた手桶から、どっと一章の被爆。熟睡した盗作の目や鼻や口へ、いや、顔も襟も胸も、上半身いっぱいにぶちまけたのです。おな、何をしやがる ガバと飛び起きた盗作。騒ぐな。家は借やだ。望みとあらば、もう二三倍食わせてやろうか。手桶を振りかぶったまま、彦兵衛の短歌は虹をかけます。よ、よ。や、黙気を抜きやがったな。立ち上がって、自分の海中を探った盗作。さすがに、酒の酔いも冷めました。本当にめえよ。油断をした海中から抜くのは、 キンチャッキリの手頃だざまみ見やがれじじめいっぱい食わせたな濡れ腐った合わせをかなぐり捨てるとたくましいすっぱだか当作はあんどんをこだてにきっと身構えます金を抜いて娘をくのと脱がしやがったなてめえは江戸のキンチャッキのつらいをしら弁天様のような娘をそんなモモンガーの餌にしてたまるものか 少しは目が覚めたがバカ野郎その娘をぬげぬげと松也の嫁にする気だろうがそんな甘いわけに行くものか俺の方でもてめえを銭形の親分に引き渡すはずだが昔のよしみ縄を打たせちゃ気の毒だ何をいばれどちらも抜き差しならねえ羽目だ仲間の死体はこんな時には アイク口にものを言わせるほかはね何そう、そいつをもって柳原の土手まで来い地獄の旅へどちらが先に踏み出すかがらりと投げたあいクチあんどんの影から手を出して盗作を慌てて一丁を拾いましたやらくせえ甲斐じじいめ二人はまりのごとくおぼろきの町に飛び出したのです それからひと月江戸は青葉の風薫る頃となりました。三百八十両を取り返したのは、彦兵衛おとみの親子の手柄とわかって、徳之助の家督相続にも、おとみとの祝言にも、今は文句を言う人もありません。左官の彦兵衛は狩り親を立ててもらうように、立って主張しました。万一、自分の素性が知れた時の用心だったのでしょう。 松屋の主人はそれを世間並みの遠慮と思い込んで反対し続けてきましたが最後には折れて出て一応松屋の親戚の養女と披露しそれから改めて正式の腰入れになりました今日はいよいよ徳之助とお富の祝言という日浜町の貧しい父親のもとに糸間越えに来たお富は近所の人たちに包囲されて しばらくは祝いの言葉と繊細の感動詞とあらゆるめでたいものの渦中の中にもみ抜かれましたまあなんてきれいでしょうおとみさんは本当に幸せね時々は浜町へもいらっしゃいなそんな言葉の中に清掃したおとみと相変わらぬ布子一枚の彦兵衛はただおろおろするばかりでしたそれじゃおとさん、うん やがて傾く日、おとみは月ぬ名残を惜しみながら店から回された籠の中に収まりました。おとみ、達者で暮らせよ。戸口まで送って出た彦兵衛の目には涙が光っております。お父さん、時々は横山町へ来てくださるでしょうね。おとは、 美しい髪を気にしながら、カゴの中から顔を出して、咲きたての花のように、あたりの空気を匂わせます。行くよ。行くには行くがな。親父が娘の嫁に先へ、うろうろ行くのは、あまりみっともいいものじゃね。でも、ホトさん。心配するな。時々は、お前も顔を見せてくれ。言うまでもねいことだが、夫を大事に、ご主人やご隠居に。 よよ。く使えるのだよはいやれやれこれで俺も安心だ死んだおっかもさぞ喜んでいるだろうお父さん籠は上がりました親と娘を隔てる町の女房娘たち美しく華やかな夕日の中にあやかり者の籠をどこまでも追いますそれを立ち尽くして見送る彦兵黙って 半白の頭を振りました。涙はポロポロと尺道色の方を伝わって土間の土くれを濡らします。そっと肩に手を置くもの、振り返ると聞こえ銭形兵士が立っているではありませんか。親分お辞儀は過ぎたぞ。この上のお目拳は役人型の落ち度になる覚悟は できております親分彦兵衛は静かに後ろへ手を回しました教授や盗作殺しの下手任。しみを2さい親分ありがとうございましたおかげで娘は何も知らずにある通り町の夕日の中に薄れていく籠それを見送って彦兵衛は声もなく泣くのです 笹野様のお慈悲だ。それもこれも。さあ、立て。親分、この彦兵衛が最後の願い、もう一つだけおにを聞いてください。お願いだ、親分。あの娘には何もおっしせたくはありません。私の依頼の不思議に思ったら、かかわのお題を伴うため、西国巡礼に出た、と、そう言っておいてください。彦兵衛は。 自分の襟に深々と顔をうずめます。いたも、この一列は笹野様もお奉行様もご存知だ。盗作はお上でも持て余してはくと、それをあやめたところで大したおとがめがあるめ。おとみに初詣ができる頃までには、てめえも最国巡礼の旅から帰ってこられるだろうよ。親分。何も言わねえ。 彦兵衛はくぞおれました。合わせた手が顎の下に涙にぬれて、わなわなと震えます。味、みっともねそんなものは引っ込めろ。へい後ろから来た八五郎は、慌てて鳥縄を引っ込めました。どっと怒る町の完成。花嫁のかごを見つけた子どもたちの声でしょう。 ご視聴ありがとうございました。この作品は、双葉文庫、銭形平時取物控え傑作集、臨場、冠類編の第1話となります。この文庫には6作品収められていますが、例によって毎週日曜午後8時に順次配信していきたいと思います。次回は、金の茶釜を、 お送りしたいいと思います来週もまたお会いしましょうよろしければチャンネル登録をお願いいたしますいいねもよろしく「野村古道著銭形平時取物控え傑作集人情丹類編より」 金のちゃがま。一。親分、金のちゃがまを拝んだことがありますかいガラッパチの八五郎は変なことを持ち込んできました。知らないよ、金のちゃがめ、錦の小袖はふんどんによるから、拝むものとは思わなかったよ。銭形平次は無関心な態度で、よく澄んだ秋空を眺めておりました。 見立三十六河川の在庫中将が借金の言い訳を考えているといったポーズですへえー、あの品川の入やりものを親分は知らないんで金の茶釜がどうしたんだ品川の漁師町の登録が親孝行でご褒美までいただいた評判の男ですがねその登録が品川を切れ網を打つと金の茶釜が引っかかったんだそうで早速金賞がついて 八つ山下へ親孝行の見せ物が出る騒ぎでさそいつは飼ってるなあいつのことだい家紋を見つけたのは十日ばかり前小屋をかけたのは昨日で恐ろしく気が早いじゃないかそんなのを見ておかなきゃ話の種にならないから昨日昼過ぎから品川まで行ってきましたよ達者の野郎だその代わり親孝行の金の茶川の走りを見てきましたぜ 顔者じゃあるまいし、金の茶釜に走りってやつがあるかいが、こんな無駄を言っても、平時にとっては、ガラッパチの骨惜しみをしないのがありがたかったのです。変なものですぜ、親分。ちょいと言ってみちゃどうですごめんよ、小室よ。そいつはもろこしの二十四孔の真似事さ。ヤシの細工者に決まってるじゃないか。各居の鎌掘りってのは、お前も聞いたことがあるだろう。 そのうちに両党の蛇が出てくるよ。えそんなもんですかね。間合い者とわかってんなら踏み込んであげちまうじゃありませんか。所人を惑わして銭を取るのは不定やろだ。間合い者でもなんでも親孝行の見せ物へ踏み込んじゃ悪い。ほっておくがいい。そうですかね。親孝行は真似でもしろって言うじゃないが、恥なんかも金の茶釜を見ての戻り、おばさんへせんべいの一袋も買ってくる気になったろう。 まそういったようなものでだから放っておくがいい平次は相手にもしませんしかしこの話があって3日目ガラッパチはまた新しい情報を持ち込んできたのでしたほやぶんおかしなことになりましたよ何がおかしいんだそんなところに突っ立っていちゃ邪魔だよ平次は縁側の柱に持たれたまま天文を案ずる形になっていたのですはきれるぜほや ぜにがの平い親分ともあろうものが雲を眺めてこの結構な秋の日を暮らすなんて。おっておいてくれ。おがっぴきが雲を眺めていられるのはご時世のおかげさ。ところで、どこに一体おかしなことがあったんだ品川ですよ、親分。金の茶ゃの見せ物だろう。その通りで。金の茶ゃの正体がハりコに金箔を置いたのとでもわかったのかいそんなつまらねえ話なじゃありません。 金の茶釜を盗む慌て物があったんだろう。うちへ持って帰って吹っ込むと赤になるやつさ。瞳この代わりにもなるめ親分、そんなバカなことじゃありませんよ。店物親に入って金の茶釜を盗んだ上、万人夫婦を切ったやつがあるんで。なるほど、そいつは厄介だ。銭形平次は少しばかり本気になります。ちょいと行ってみてください、親分。俺はごめんをこむるよ。でも。 茶間は僕で千両箱でも出さなきゃ買えないほどの代物ですぜ江戸中の道具屋がわざわざ見に行って肝を潰したんだから嘘じゃねえ道具屋の肝の潰れたんなんか缶のくすにもならねえよ平次は容易にみこしをあげそうもありませんほやぶんそう言わずに拝むから行ってください拝まれたくはないそれじゃあ川崎の大師様へお参りに行きましょうお供しますぜ 嫌な野郎だな。誰に頼まれてきたんだいえ。<ー>品川は少し遠すぎるが、ことと次第によっちゃ、行ってみないものでもない。一体、誰に頼まれてきやがったんだいえ。いえ、じゃないよ。その見せ物の禁止は誰だい品川の松屋佐護兵衛ですよ。名台の熊とかだ。まさか、佐護兵衛に頼まれたんじゃあるまいな。品川の氷菓子、松屋の佐護兵衛から金でももらって。 親分の出馬を引き受けてきたのではあるまいか平次はふとそんなことが気になったのです。とんでもない親分。あしは金貸しと谷し合いは大嫌いなんで。変な取り合わせだな。それじゃ誰に頼まれたんだ言いますよ親分。こんなりゃみんな言ってしまいますよ。金の茶釜は品川の海で高校ものの登録の網にかかった。それは何遍も聞いたよ。その登録は毎日見せ物親へ来て。 看板になっているんだが何も物を言わねえもっとも漁師の登録に器用な工場はい個っはないが金の茶釜を飾った舞台へ出て上下を着てあっちへ行ったりこっちへ来たり籠の中のシャモみたいに歩いてばかりいる嫌なことだな親孝行なんか売り物にして平二は苦い顔をしました本人が好きでやっているわけじゃねえそれにもわけがあるそうですよそれがどうした 金の茶釜が盗まれて、サ古ベイに小言を言われて弱っているのを見かねて、妹の春が足へ頼むんです。なんとか銭ニ型の親分さんにお願いして、金の茶釜を見つけてください。兄がサ古ベイに攻めさえなまれるのを見ちゃおられません。と、涙を流して。よし、わかった。恥ジゴの口添えで、若い娘の頼みとあっちゃ、こいつは行かなきゃなるまい。平次は気持ちよく立ち上がりました。親分。 ありがたい。フェミニストの八五郎は妙にそわそわしております2ガラッパチに案内されて見せ物小屋に行った銭形平次は騒ぎのあまり大げさなのに驚かされました小屋は八山の崖の上花どきをのげると広く閑静な場所ですがそれでも街道から見通しで 高かかららもも品川からも足場の良いところ、そこにほう五軒ほどのむしろ張り青竹を回した木戸を入ると中はすっかり土間で正面の小さい舞台に畳を三枚ほど敷き一層の金屏風を巡らして真ん中ほどのところに三尺ばかりの台を据えましてこの上に金の茶釜が飾ってあったのでしょう台の上にかけたのはすさまじくものものしい食光の錦 ももこれは大まがいものです舞台の裏には厳重な二重箱が蓋を開けたままになっておりますが金の茶釜は夜分だけこの中に収められるのです。泥棒はこの箱をこじ開けて取っていきました。そう言いながら低そうな顔を出したのは金主佐五兵衛の手代この小屋を一切仕切っている米吉という五重男です。 さん、銭形の親分だよガラッパチは後ろから黙々としてくる平治を目で迎えました。これはおみぞれ申しました。ご苦労様でございます。私はマスヤの奉公人で米吉と申します。ええ。これだけ言う,ううちには米吉は六遍もお辞儀をしました。こんなのはさぞお金を借りた者には冷酷無残なことをするだろう。といったようなことを平治は考えていました。 小屋の裏の方、金の茶釜の箱を見張るような部屋には番人助七、お代の夫婦者が枕を並べてうんうんうなっております夜はこの小屋に茶釜を置いてあったんだね平時はそれが不思議でたまらなかったのです占領もするという金の茶釜をこんなむしろ張りの小屋の中に置いていいものでしょうかへえへえ番人夫婦が引き受けて万に一つも間違いがないことになっておりました 米吉ところが現に間違いがあったじゃないが実は毎晩木戸を閉めると金の茶釜は裏から増山屋まで運んでいき朝になるとまた増ス屋から持ってくることになっておりますがそれは世間体だけで実はこの小屋に留め置くことになっておりますそれは誰の役目だ茶釜を運ぶのは私の役目ということになっておりますが平次も少し呆れました 金の茶釜の神仏をむしろばりの小屋に万人夫婦と留め置いて、得体の知れない包みをもっともらしくマスヤへ運ぶというのは、あまりに人をなめた話です。そのからくりを知っているのは誰と誰だい主人と私とマスヤの若旦那の佐太郎様と、木戸番の半助と万人の助七夫婦と、高校登録くらいのものでござります。釜は本物の金だろうな。 平次はもう一つダメを押しました。それはもう、親分さん、白川の沖で登録の網に入った時は、塩サビで少し汚れておりましたが、近頃はよく吹き込んで、目の覚めるような山吹色でございました。そんなに大きくはございませんが、足や形ともそうで、立派な品でございます。目型は、八百、いや、一貫八百目でございました。そんなことを聞きながら。 平次は万人の部屋へ入っていきました。土台い傷は、とんな災難なんだったね。敷居際にしゃがんだ平次を、助七夫婦は、床の中からまじまじと見上げます。ありがとうございます、小山さん。どこをやられたんだ私は肩先でございます。女房は足をくじいただけで、これは切られたのじゃございません。五重男の武将ひげだらけな助七は、 臆病らしくこういういのです。どんな様子だったんだ詳しく話してくれないか。ええ。おとといは大層よく入って、木度の上がりを入れた銭箱を二度まで松屋へ運んだくらいでございます。それですっかり気が緩んで、祝い心に一号つけて寝たのが間違いのもとでございました。明け方近くになってから、八つ半、午前三時、頃でございましょうか。舞台の方に。 変な物音がするのを女房が聞きつけ、そっと私を起こしましたので、夢中になって飛び起きて行ってみると、覆面をした老人者は、金の茶釜を箱の中から取り出して、逃げ出そうとしているじゃございませんか。驚いて大声を出しましたが、この辺りは家もなく、明け方といっても、人通りもない自分で、誰も来てはくれません。それでも、金の茶釜を取られては大変と、女房と二人で一生懸命しがみつきますと、 同人者が抜き打ちに私の肩先へ切りつけ女房を投げ飛ばして外へ飛び出してしまいました平次はうなずきました助七は半身を床から抜け出してなかなか雄弁に説明してくれます後を追っかけようとしましたがなぶ分の深手でどうすることもできません女房は足をくじいてこれも身動きもできない始末ようやく朝になってご近所の方が来てくれましたので 松屋へ知らせてご主人と番頭さんに来ていただいたようなわけでございます。あの茶釜が,がなくなっては、私は首でもつらなきゃなりません。親分さん、お願いでございます。泥棒を見つけて、茶釜を取り返してください。佐吉はそう言って、床の中から平次を拝むのでした。金を取られたのと違って、道具は思いのほか早く出てくるものだよ。あんまり心配しないほうがいい。 ありがとうございます。女房のお題はその問答を聞いて半身を起こしたまま手を合わせておりましたところでもう一つ聞くがその時声の中にはあがりがあったのかいと平次ええあがりなんかありません番頭さんが歯ブラが惜しいと言いますんでえ番人の助吉はブルブルと頭を振ります少しは米吉への面当てでしょう 3親分、土地の御用聞きの菊松が、今朝一人、あげていったそうですよ。ガラッパチはどこからか、そんなことを聞き出してきました。それはいい塩梅だ。誰だ,だい、それは。ゴンパチのナミ郎という、浪人崩れのならず者で、ちょっといい男で。それがどうしたんだどこの小屋へも、長いので脅かして、ただで会える野郎です。それが、高校登録の妹の春に心をかけ、 年母革を言い寄って弾かれたので登録にケチをつけるためやったいたずらかもしれないということですよそんなこともあるだろうなが一貫800名の茶釜を裸のまま抱え万人を切って女房を投げ飛ばす系統は難しいぜ平治は他のことを考えている様子ですそこから品川の松山では五六町平治は米吉に案内させてのれんをくぐりました これはゼリガタの親分さん。とんだ迷惑でございます。タバコ分を下げて出たのは、四十七八のよく太った愛嬌のいい主人でした。金の茶釜がなくなったそうで。へえ、それで実は困っております。あの通り小屋までかけて元を入れた仕事ですから。今茶釜がなくなった。では、まるまる損でございます。なんとか親分さんのお力で。 悪者を取り押さえていただきたいものでございます。サーウェイは女才ない調子ですが、結局、自分の利益以外のことには、興味も注意も持たない言い分でした。金の茶碗の値打ちはどれくらいのものかな平次はそんなことを聞くのです。さよう、道具や仲間は千両と申しております。それを海から見つけたとすると、網を打った登録のものだろうな。ええ、あの。 私が譲り受けました。はい、この松屋ヤ・サゴベイのものでございます。平次はそれ以上追求しませんでした。質素なくせに、どこかひどく、軽めのかかった暮らしをしているサゴベイの家の中を、珍しそうに眺め回している様子などは、がらっぱちの目から見ると、日頃の平次のたしなみにはないことです。毎晩あの小屋の中に茶釜を止めておくことは、ほかに知っているものはあるまいな。私と米吉と せがれ佐太郎のほかにはございませんその佐太郎さんというのを呼んでもらおうかへえ連れてきたのを見るとまだ十二歳の少し発育の悪い少年これでは金の茶鼻より軽焼きのせんべいの方に興味がありそうですあじ久しぶりで正月に吹かれてみようかへえ平次はマスヤを出ると心覚えの漁師町の方へたどりました面白くない家だね親分 金が溜まりすぎて家の中が冷たくなっているんだよ。へえ、こしたら少し冷たくなってみて、バカだな。漁師町の高校登録の家はすぐわかりました。形ばかりの旧尺二軒で、天戸の代わりにむしろを下げてある有りで、その前に立っただけで、平次は胸を打たれたような心持ちです。ごめんよ。はい。むしろを掲げて顔を出したのは、 平時は思わず息を呑みました。十八区の素晴らしい娘。身なりの汚さも、髪の乱れも、江戸の真ん中では想像もできないひどさですが、日に焼けた朝黒い顔の品の良さと、娘らしい健康な愛苦しさは、これも江戸の中などでは、金のわらじで探しても見つかるような代物ではありません。ゼリアタの親分を連れてきたぜ、おはる。八五郎は後ろを振り返って、 自分の偶像を拝ませるようなもったいらしい顔をしました。まあ。お春はる真っ赤になりました。どんな珍客があったところで、羽織一枚、前かけ一つ変えることのできない暮らしだったのです。兄りはガラッパチは尋ねました。まだ戻りません。少し聞きたいことがあるんだが、エイジはこの娘だけに聞きたいことがあったのでしょう。母が寝ておりますから。 おはるは目がおで半分嘆願しながら自分の家の角口を離れて砂浜の方へ2人を誘いますちらりとむしろの間から見た中の様子の貧しさ平治はさすがに強いてとも言いかねました中には60を越して中風で身動きもならぬ母親のおつが眠るとも寒るともなく寝ているのでしょうおはるさんと言ったねあの金の茶釜がまは 本当に品川沖で兄さんの網にかかったのがいいこれが一番大事なことなんだ。正直に言ってくれないか。兄からは何も聞きません。でも、兄はあんな小屋へ毎日行って、顔を晒すのがつらい様子でした。茶釜が,がなくなってから兄さんはどうしている黙って、考えてばかりおります。いつもおっ母さんの相手をして、にぎやかな人なんですが。それでお前は。 心配になってこの八五郎に頼んだんだだね。え非常に深い思災がありそうですが18の娘にはそれ以上のことは何にもわからなかったのですあれ兄さんが帰ってきました娘は手を挙げて波打ち際の向こうの方を指しました沖の方から小舟を漕いできた若い漁師が2人砂の上に船を引き上げるとその1人は妹の姿を見つけて こちらへせいてくるのですが出るね、田中。ハジゴロは声をかけながら手でも握るようにそばへ寄りました。へえ、小屋が休むと遊んでもいられません。親孝行の看板にならない日はたった一日の暇でも寮に出なければならないほど切り詰めた暮らしをしているのでしょう。どれ方の親もんがお前に聞きたいことがあるんだよ。へえ。登録は 困り抜いたた。様子で立ちすくみました小屋へ引き出されたせいかひげはよく当たっておりますが30前後のたくましい顔は尺道色に焼けて正直そうなうちにも純情からしい目が人を引きつけます剣の茶釜は本当にお前の網にかかったのかい本当のことは言ってくれ登ク。平時の調子は広く打ち解けておりましたファイブンさんそいつは聞かないでください 私は困ることがありますから。登録は泣き出しそうな顔になります。それじゃあ、これ一つだけ聞かせてくれ。お前は見せ物越え好きで出ていたのかいそれとも、親孝行したさなお前が、日東さに出ていたのかい登録は唇を噛みました。深い深い苦悩が、その方を、ひくひくと痙攣させます。それは誰にも迷惑をかける話じゃない。 お前の心持ちだけのことだ聞かせてくれ平治の調子には何か染み込むような思いやりがありますどっちでもありませんよホイブンさんというと私はたった一人の母親さえ満足に養えない育児のない男です世間で評判するようなここ物なんかじゃありませんでも女将からご褒美をいただいたことがあるそうじゃないか おととしの夏、親孝行の角で、町奉行所から、青座し難関門下の褒美をもらったことは、かなり有名な話です。もったいないことだが、あれは狼のお眼鏡近いですよ。親孝行なんてとんでもないことだ。たった一人の母親を、せめて、とも障子もある家へ入れて、甘いものでも食わせて、温かいものでも着せてあげたら、親孝行にもなるだろうが。 登録は遥かの方、むしろで塞いだ鳥の巣のような哀れな自分の家を眺めて、ボろボろと砂浜に大きな涙をこぼすのです。それが、金づくで動きの取れないようにされたとは言いながら、親孝行の見せ物にまでされて、私は、なぶり殺しにされるような思いでしたよ、親分。生まれて初めての噛みしもなんか着せられて、猿芝居のお猿のように。 百人三人の見物の前に、親孝行はこうでございと、この顔をさらす辛さを考えてください。あんな嫌な思いをするくらいなら、針の後ろへ座った方がよっぽど楽だろうと思いましたよ。私は、親に三度のものもろくにあげることのできないような、日本一の不幸者だ。親不幸のさらし者になるんだと、自分で自分の心に言い聞かせて、火のくれるのばかり待っていました。 突つとした言葉に涙が混じって、自分の腹たを叩きつけるように言う登録の前に、おはるも八五郎も平治も泣いておりました。それほど嫌なら、なんだって断らなかったんだ。平治は、ようやく本題を切り出しました。答えると、この妹、あの松屋の旦那に取り上げられます。そんな馬鹿なことはあるまい。女将というものもある。世間というものもある。 三十両の金は、細い漁師の暮らしでは、回数見込みも立ちませんよ、親分。すると、三年前、父親が亡くなった時、死案に余って、マスヤから借りた五両の金へ、利息に利息が積もって、三十両になりました。妹の春を奉公によこすか、金の茶釜と一緒に、見世物に顔を貸すか、二つに一つの合団です。登録の顔は、 夕日にかっと燃えました。そんなら兄さん、ん私が方向に行って。初めて事情を知ったおあるは、たまにかねて口を出しました。夕日の砂浜に立って、そのつづれからも五光がさしそうで、マスヤの酒兵衛が爪を研ぐのも、無理のない美しさです。とんでもない。お前をやってなるものか。マスヤの旦那は、名代の比喩親父だ。俺が見せ物になるくらいのことは、何の。 親不孝の合さしだと思えば諦めがつくだって兄さん兄弟二人の美しい争いを平次と八五郎は黙って見ているより他に工夫もありません味帰ろうよ平次はいきなり言い出しました金の茶がな親分二人の兄弟を見送りながら八五郎は不審の前を潜めますネズミでも引いたんだろうよあんなものは 二度とお手でこねえ方がいい。ガラッパチは黙って平治の意志に引きずられるよりほかにはありません貧しい家と美しい夕日と並んで帰っていく兄弟の後ろ姿を見ながら変な心持ちで平治とガラッパチは町の方へ引き上げますギそれからしばらくの間 金の茶釜の話はお首にも出ませんでした。おやぼん、変なことになりましたぜ。グラッっチがやってきたのは3日目です。何が変だ金の茶釜のことですよ。その話ならもうよしてくれ。俺はもう聞きたくない。平次は持っての他の手を振ります。マサヤのサブベが金の茶釜が,が出てこないのに5を煮やして探して持ってきたものには50両やると言い出しましたよ。本当か、そいつは 平次は急に気をい立ちます。コンバチのナビ太郎は返されましたよ。あの晩は品川の茶屋で酔っ払ってあくる日の朝まで寝ていたんですって。そんなことだろうよ。ところで八、へえ、もう一度品川へ行ってみる気はないか。平次は変なことを言い出します。今度は奮起になって金の茶釜を探してみよう。俺は五十両の金が欲しくなったよ。へえ何が何やら分からぬままに。 八五郎は平治についていきました品川へ着いたのはもう昼過ぎ平治はいきなり町内の外科へ飛び込み無理に頼み込んで見世物小屋まで医者と一緒に行きましたこの2人の傷を念入りに見てもらいましょう万人の部屋へ踏み込むとまだうんうん言って寝ている佐吉お代夫婦を刺します外科医者は少しやっけに取られましたが平治の勢いに押されて スケシチお代の容題を見ましたこいつは本の引っかぎだ小刀でスーっとやったんだろう薬を塗ったりさらし木綿で巻いたりしているがもうすっかり治っているスケシチの肩先の傷を見て外科医者はニヤニヤしておりますこちらは先生おかみさんの方は何ともないよ足の筋なんかかごやより丈夫だそれで結構とんだ手数でした 平次は下界者を繰り返してから八五郎に目配せしていきなり助七夫妻の入れ紙を取って床から引き出しました不定野郎だ金の茶釜が,がなくなった申し訳に自分で引っ掛けなんかこしゃがって浪人者に切られたもないものだ本当のことを申し上げないと二三百引っ張たいて天魔町へ送るぞ平次の剣幕はいつにない猛烈を極めます申します親分さん申します そういえ本当のことを言わないとガラッパチもじってをひらめかして二人の鼻先に詰め寄ります本当のことは何も知らなかったのでございますおくろこそ金のちゃがまがないことに気がついて女房と口を合わせてあんな細工をしました寝ていて知らなかったればすみません浪人者に切られたことにしてちょいと肩先を引っかきうんうん言って寝ていたのでございますなんとやろださあハチ これで風向きが変わったろう金の茶釜この小屋になきゃ松屋だ床下も天井も皆探せへ<っ>平治と八五郎はそれから半時一時間ばかり舞台の下の土まで掘って探しましたがそこには金の茶釜など隠した様子もありませんかいここじゃない八へい<っ>二人はまっすぐに松屋へおお 贅型のオヤブンさんあまりの勢いに飲まれて何が何やら分からぬ主人のサゴベその後ろからずるそうな番頭の米吉も顔を出します金の茶釜に五十両の褒美をかけたってのは本当ですかい平次はいきなり問題の核心に飛び込みましたえ本当ですとも千両以上の値打ちのある金の茶釜ですもの探してくださる方がありゃ五十両でも百両でも出しますよ 百両でも私もマスヤ・サゴベイだ。いかにも百両出しましょう。無傷のままで、あの茶釜が手に入ったら。茶釜の目印は、探し出したとき、これじゃないと言われては困る。平治は、広く用心深くなります。おしやごたの茶釜、そこに高値でマスヤと置き込んであります。よし、それから、平治は腕を組みました。親分。 心配そうに覗くガラッパチ。黙っていろ。見せ物小屋になきゃ、この家にあるに決まっているんだ。外から楽に放り込めて、ちょっと人目につかないところというと、どこだそう。土蔵の中じゃないし、棚先じゃ、だらの目にもつく。裏の物置だろう。来い。へっ平次と八五郎について、佐五兵衛も、よれ吉も裏へ出ました。物置は、二軒に二軒半。 中はガラクタと隅田原だけで、何の変哲もなく、なめるように見ましたが、金のちゃがまなどはどこにもありません。親分八五郎はそろそろ心配になりました。心配するな、日本国中、どこへもきようのないちゃがまだ。平次は受かってから、土蔵の軒下から、およそ人の目の届かないところをことごとく見ました。ご、金のちゃがまはまだ出てきません。 親分、どうしたことでしょうサゴ兵はそろそろ皮くら調子になりました旦那銭形の親分さんだ見込んだ仕事にハズレのあるわけはありません百両のカレーを用意しましょうか米吉までがこんなことを言うのですそうしてくれと応用にうなずくサゴ兵イハわ分かった平次はいきなり歓声を上げますどこ どこ親分。あの井戸の中だ。覗いてみるがいい。土蔵の裾は、塩がさして使えない古い井戸に、腐りかけた蓋をしたの、平次は見つけたのです。扉した蜂ごろ、蓋を払って覗くと、はった、親分海近い井戸で、深さはほんの五六尺。土蔵の軒下から外したはしごを下ろすと、わけもなく、中のものは取れます。井戸の外で、それを受け取った銭形の平次。 しばらく、諏訪補書のかぶとのように、濡れた金の茶釜を眺めておりましたが、やがて、両手で捧げて、カンカンを引くと、ご主人、こいつが金の茶釜という品物に、間違いないでしょうな。そこには、高値で売ったマスヤの刻印もある。お気の毒だが、約束の百両は、もらっていきますよ。へえ。千両の金の茶釜が、 潮の差す井戸にたった5日使って青い緑潮を吹いてるのは大笑いだこんなもので人寄せをやると今度は女将じゃ掘っておかないぜ軽くて所払い重くて遠頭獄門兵士の言葉に佐護兵衛も米吉も青くなります金の茶釜はそのまま井戸の蓋へ置き平士は佐護兵衛の手から百両の小判を受け取りましたこんなことを大嫌いな平士が 一体それをどうするつもりでしょう5親分その百両どうするつもりでガラッパチが一番先に心配しました猫場は決めないよ心配するな平治の足は漁師町の方に向かいますやがて登録の家の前へ立った二人2人ごめんよう登録はいるがいいあ親分さん お春は飛んで出ました。続いて登録。金の茶釜は見つかったよ。へえ。その褒美の百両、こいつは俺が取る筋のお金じゃねえ。金の茶釜を品川沖で網にかけた、お前の取る金だ。そ、それは嘘ですよ、親分。みんなマスヤの細工で。黙っていろ。マスヤはあの金の茶釜を手に入れれば文句はないはずだ。この百両は、お前が取って構わない金だ。 文句を言うやつがあったらこの平次が相手になるそのうち三十両は松屋へ返せ相手が悪いから証文を取り上げるの忘れるんじゃないぜ親分いいってことよあとの七十両でせめて甘とのある家へ引っ越してよ親孝行でもするがいいもう見せ物なんかへ出るんじゃないぞ <laughs> 泣いてやがる大の男はみっともないぜそういう 平時の真中も濡れていました。それから、お春は,はマセヤなんぞへ行くんじゃないぞ。その金のうちから、あわせの一枚も買って、嫁に行く支度でもするがいい。ほやぶん、こんなにいただいちゃすいません。いや、親孝行の見せ物に出た褒美だ。心配するな。ほやぶん。登録とお春は,は、砂の上に、へたへたと、くず折れて泣いておりました。 お春は時々、神田の俺の家、遊びに来るがいい。女房が話し相手くらいにはなるだろう。今度来るまでに、畳ととのある家へ引っ越してくれ。一度、お前のお母にも見舞いが言いたい。あち、帰ろうが。不死をがむ兄弟を後に、妙に鼻を詰まらせているガラッパチを促して、平時は神田へ向かいます。その日も、秋の美しい夕暮れでした。 親分えとぎをしておんのさいカは一体誰がマスヤの井戸へ隠したんでガラッパチは追いすがりました登録だよええー、ガラッパチは少し予想外な様子ですマスヤが登録を兼ねてしまって親孝行の偽物なんてあんなたちの悪い芝居を売った釜は近畿性の大偽物さそれを登録の親孝行の徳で網へかかったことにし おかみのおめこぼしをいいことに金儲けを企んだのさ。そこまでは足にもわかるが。親孝行の見せ物にされて登録はどんなにつらかったことが、あの男の口から聞いたろう。あれは本当の孝行者だけに見せ物にされるのがたまらなかったのだよ。そうがといって三十両の苦面はつかず、妹も瞳ごっにあげられず腹の中で泣いていたが、とうとう我慢ができなくなって、 あの茶釜を隠したのだ。茶釜は偽物だということをよく知っていたが、自分のところへ持ってくるわけにはいかない。偽物小屋に隠さなきゃ、マスヤにあると言ったのはそのためだ。正直者の登録は、マスヤのものはマスヤへ返せば済むと思ったのだろう。なる。わかったか、ハチ。わかった。何もかもわかりましたよ。人の孝行まで金儲けの道具にした、あのマスヤの野郎は憎い。 トールはいい男だな。あの娘はいいね、親分。何をそう言いながらも、平時は一人者のガラッパチにあんな嫁があったらと考えている様子でした。ご視聴ありがとうございました。次回は、塩木場の花嫁をお送りいたします。よろしければ、 チャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。いいしく野村古道作。セネガタ兵士取物控え、傑作集。忍情、寒類編より。塩際の花嫁。一。ア今のは何だいええ。 隅型の平士は、後ろからついてくる八五郎のガラッパチを振り返りました。正月六日の昼少し前、永代橋の上はひっきりなしに、遅れた霊車と、お参りと、俗用の人が通ります。人様が見て、笑っているぜ。でっかい食べ息なんかしやがって。えはい、すいません。八五郎は、ひょいっと頭を下げました。お辞儀しなくたっていいやな。腹が減ったら、減ったというがいい。八万様の前で、 よっぽど昼飯にしようかと思った。朝飯が遅かったから、つい油断をしたんだ。家までは持ちそうもないのかいええ。ええじゃないよ。さっきは橋のたもとで、外場を食っている馬を見て、ため息をついていたろ。あれは人間の食うものじゃないよ。諦めた方がいいぜ。え八五郎は、長い矢後を襟にうずめました。まさに図星といった格好です。どうにもこうにも持ちそうもなかったら、 そのあたりで詰め込んで帰るとしようよ。魚の尻尾をかじっている犬なんか見て、あさましい心を起こしちゃならねえ。平次はそんなことを言いながら、そのあたりのちょいとした家で、いっぱいやらかそうと考えているのでした。いや、大丈夫だが。鉢詰めのうなぎ屋の匂いを嗅いだら、ふらふらっとなるかもしれませんよ。呆れた野郎だ。二人は橋を渡って、 お船手屋敷の方へ少し歩いたとき。お、危ね気をつけやがれ、まぬけめ。飛んできて、ドカンと突き当たりそうにして、平時にかわされて、くるりと一回りした男。八五郎の前に踏み止まって、遠慮のないのを張り上げたのです。何をそっちから突っかかってきたじゃないか。八、放っておけ。すきっぱらに喧嘩は毒だ。平時は、二人の間に割って入りました。お ゼニガタの親分。なんだ、シンボリの頭じゃないか。カーバンテンを着た、中年輩の男。年始周りにしては少し慌てた格好で、照れ隠しに冷や汗を吹いております。はい、すいません。少し慌てたもんで、つい向こう溝にポンポンとやる癖が出ちゃって。へへ。恐ろしい勢いだったぜ。火事はどこだい煙も見えないようだが。叶っちゃいけません。ねえ、親分。 ここでお目にかかったのはちょうどいい塩梅だ。ちょいと覗いてやってください。大変な騒ぎが始まったんで。何が始まったんだ喧嘩じゃあるまいね。夫婦喧嘩の仲裁なんざごめん、こむろよ。殺しですよ、親分。え松の内から気の短いやつがあるじゃないか。殺されたのはシンボリの海鮮問屋。三文字屋の大旦那、九兵衛さんだ。企み抜いた殺しで、恐ろしく気の長いやつの仕業です親分。 なるほど。そいつは頭の畑じゃねえ。だから、ちょいと覗いてください。そいつはすまねえが、飛島町の島吉親分じゃ、こねかいしているばかりで、いつまで経ってもらしがあかねえ。あんまり歯がゆいから、あしは深川の終わり屋の親分を呼んできて、日のあるうちに下手人を縛ってもらおうと思って飛んできたんだ。橋の上で、銭形の平時親分と鉢合わせをするなんざ、八万様のお引き合わせみてえなもので。 八本さんは迷惑なさるから、そんな馬鹿なことは言わないことにしてくれ。他ならぬ、島吉兄が困っているなら、ちょいと手伝ってやってもいい。案内してくれるかい、かしら。平次は思いのほか、気軽に引き受けました。めったに人の縄張りに足を踏み込んで、仲間のおかっぺきに恥をかかせるようなことをしない平次ですが、富島町の島吉は仙台から懇意で、分けても仙台の島吉に、 平治は親身も及ばぬ世話になっております。そのせがれの島吉、まだじって取り名をお,お上から許されたばかりの若い御用聞きが、いきなり厄介な事件に直面して、面食らっていると聞いては、じっとしてもいられません。まして、川を越して、深川の割合が乗り出すようなことになると、島吉の顔は丸つぶれでしょう。平治が気軽に乗り出したのも、無理のないことだったのです。 崩壊橋を渡って南シンボリへ入ると、頭は三文字屋の方へは行かずに、四日市町から天神様へ行きます。道がちげはしないかえ、頭。端五郎は戦国の短歌の司会しに、一本講義を申し込みました。三文字屋の棚は南シンボリだが、大旦那は干渉で、大勢人のいるところでは寝られないと言って、毎晩四つになると、霊岩島の隠居へ引き上げて休みなさるんで。 その隠居屋にすごいのを囲ってあるという寸法かいと、八五郎。とんでもない三文字屋の大旦那と来た日には、江戸一番の建造だ。もっとも、とって六十三とは言ったが。隠居屋は下女のお作一人、メス猫もお金。その下女は三十過ぎの出戻りで、稼いで貯めて、在所へ帰るより他に望みのねえ女だ。そんな話をするうちに、三人は隠居所の前。 なんとなく、穏やかならぬ、人たちの中に立っておりました。二。三文字屋の隠居所というのは、霊岸島町の裏に置き忘れたように建てた、たった三軒の家で、知らないものでは、これが海鮮問屋で、万両無限の隠居所とは、気のつきようもないほど粗末なものでした。おリ銭形の親分さん。 三元にあふれる男女は、一斉に平治の方を振り返りました。深川の御用聞き、終わり屋の千吉を連れてくると言って飛び出した頭が、七回銭形の平治を連れてきたのを見て、一度、ほっとした様子です。島吉屋には平治はその中から、若い島吉を物色しました。奥にいますよ。案内役に立ったのは、三本寺屋の縁続きで、手代をしている幾松でした。 24、4、5の小粋な男で柄の小さいニコニコしたのが人に好感を持たせます。平次は黙って次の間に入っていきました。おや、ゼネ型の絵文。島吉は顔を上げました。主人久兵衛の無残な死骸を前にして番頭の一助と何やら話し込んでいたのです。兵隊で頭にあって聞いたが大変だね、目星は。わからない。 怪しい奴が多すぎる。島吉は首を振りました。ともかく、旧兵衛の死骸を見せてもらうと、薄い寝巻きを着たまま、後ろから左貝殻漏れの下を、脇出しか何かで、一月にやられたもので、多分、声も立たずに死んだことでしょう。試合は縁側にあった部屋の中には床が敷いてあった。陰際で、ここには一両とまとまった金を置かないから、泥棒でないことも確かだ。島吉は、 半日の探索で調べ上げたことを話しました。刃物は湧き出しだろうと思うけれど、モノが持って帰ったと見えて、ここにはない。紛失物は一つもなかったんだね。と、平時。何もなくなったものはございませんよ。番頭の一助が引き取りました。五十前後の干物のような中老人で、そのばには明るそうですが、主人を殺すような人間とは見えません。主人を恨んでる者は 平氏は至って常識的なことから踏み出しました。結構なご主人で、伊藤様から恨まれるような筋はございません。町内の岩田屋の福治が地酒井のことで三文字屋を恨んでいたそうだ。島吉は正し書きを入れました。主人が死んで特になる人は、万党は口をつぐんでもぐもぐさせます。吉野の小三郎だろう。 近頃、大旦那と折り合いが良くなかったそうだから、これも島岸が引き取りました。呼んでもらおうか、バントさん。ここで話を聞きたいが、殺された九兵衛の前で、養子の小三郎は、どんなことを言うか、平次は試したかったのです。私は小三郎ですが、親分さん。かみの陰からそっと顔を出したのは、幾松と同年配か、どうかしたら、 一つ二つ若かろうと思う男でした。色の浅黒い、滑覆の立派な青年で、一本上司で突っかかったようなものの言い方をするところなどは、決して人に好感を持たせるたちの人間ではありません。お前さんは何か大旦那としっくりいかないことがあったそうだね。なことはありません。昨夜は一晩店の方にいたんだね。い、ええ、どこへ行ったんだ。小三郎は、 唇を噛みました。正直者らしいようですが、典型的な竹質で、カーッとなったら、随分人も殺しかねないでしょう。夕べ店にいなかったのは、プザブロだけか。平次は、番頭の方を振り返りました。ひー一助は、ただ、おろおろするばかりで、ろくな返事もできません。親分、幾松も店にいなかったそうですよ。ガラッパチはその間にも、 色々な人の噂をかき集めて平次に報告をしたのですここへ呼んでくれえそれから他に三文字屋の者が来ているならみんなここへ呼ぶんだ主人の死骸の前では器用に嘘もつけまい今のうちに調べるだけ調べておこうガラッパチは平次の言葉を半分聞いて飛び出すともののタバコ23服ほどのうちに幾松の他に若い娘を1人連れてきました お前様お嬢さんのお美野さんですよ。番頭の一助が代わって答えました。そうか。お気の毒なことだね。一人残されちゃさぞ困るだろう。お美野は黙って涙を拭きました。そんなに綺麗というほどではありませんが、素直に清らかに育っているらしく、妙げな娘です。ところで、お前に聞いたら一番よくわかるだろう。 父親が普段誰かのことを広く言ってはいなかったかい,いえ。おみのは喧嘩に答えましたが、その後で人当たり一座の者の,の顔をそっと見渡しました。後取りは決まっているだろうね、パンさん。へえ、この正月の末には終言をするはずで、その支度も大方できております。小三郎とおみのつだね。へえ。 それは気の毒だね。若い二人を見比べて、平時もついめいった心持ちになります。昼を少し回った日が縁側から入って、六畳の部屋がカッと明るいのも、妙に物寂しさを誘います。縁側の雨戸は空いていたんだね、番頭さん。ええ、うちから三を下ろしてあるはずですが、不思議に雨戸が一枚空いていたそうです。 戸を締め忘れるなどということのないご主人ですが、くせ者は主人に戸を開けさして入ったというわけだな。三。ところでもう一度聞くわ。小三郎は昨夜どこへ行ったんだ改めて平次は尋ねましたが、小三郎はうつむいたきり、答えようともしません。酔いから朝までいなかったのか い,いえ、夜中過ぎには帰ったようでございます。番頭の市助は鳥なし顔に言いました。どうしても佐賀屋行った先を言いたくないのか。ようやく挙げた小三郎の顔には悲しい苦悩がみなぎります。衆殺しの疑いを受けることになるが構わないだろうな。親分さん。と、小三郎。言ってしまっちゃどうだ言っても、本当にしないでしょうし。 できることなら言いたくありません。小三郎はそう言って、がっくり首を垂れんのでした。それじゃ、生松に聞くわ。お前も家を空けたそうじゃないか。平次の目は、小三郎から生松に転じました。少したくましい、不愛想な小三郎に比べて、弱々しくて愛嬌のある生松は、おがっぴきにとって、扱いいい相手らしく見えます。へえ。 若い微笑が唇に浮かんだと思うと、さっと拭き取ったように消えました。どこかの稽古所へでも潜り込んでいたんだろう。言いにくいことがあっても、隠さない方が身のためだぜ。や部さん、私は大旦那なんかを殺しはしませんが。それはそうだろうよ。どうしても、昨夜の行き先を言わなきゃなりませんか言う方が無事だろうよ。平次は、広く冷静です。やったな。 幾松は小三郎ほど絶望的ではありませんが困惑しきっていることは違いありません。張り付け柱を仲良く二人で背負う新参か隠したって隠し寄せるものじゃない。夕潮時に行ってしまわないと後で後悔するよ。幾松もたまに告ってしまいました。こうなっては手のつけようがありません。平次はいい加減に諦めて人畑りお勝手の方を覗いてみました。 ヘッついの影に恐れ入っているのは三十を少し越したらしい女。広いアバタで目も片方はどうかしている様子です。お前はお崎というのだね。へえ。国はどこだかずさでございます。昨夜何か変わったことがなかったが。掘りましたよ。いつもお棚から来なさると、そのまままって男に入る宝旦那様が昨夜はわざわざ私を呼び止めて、 おく人の心というものはわからないものだな。俺はこの年になって飼い犬に手を噛まれるとは思わなかったよ、とおっしゃって、寂しそうに笑っておいでになりました。飼い犬にて平次は考え込みました。飼い犬という言葉の意味は誰を指すのか分かりませんが、少なくとも三文字屋を恨んでいるという岩田や福治でないことだけは明らかです。 下女のお作は醜い顔と正直な心と思っているように平次は鑑定しましたこの鑑定に間違いがなければ下手人は小三郎か幾松か一助かいやいやまだ他に三文字屋の店にいる人間があるかもしれません平次は八五郎に小三郎と幾松の見張りを言いつけ島吉と一緒に三文字屋に行ってみましたここにはおというの娘のに 小僧二人と下女が二人いるだけ。お磯の他の者は何を聞いても大した役に立ちそうもありません。主人と一番仲の悪いのは誰だえ小三郎さんですよ。お磯の答えは簡単で予想外でした。それはどういうわけだ小三郎さんはどこかの仙道の子だそうで、十三の時、親知らずの約束でもらい、それから十年の間、丹精して育った上、 おみのさんと一緒にして、この大神代の跡取りにすることになっているのに、歯の通りのわからない人で、大旦那を怒らせてばかりいるんです。うーん。幾松を。幾松さんは三文字屋の遠い老いですから、本当は他人の小三郎さんより縁が近いわけなんです。その幾松さんを跡取りにせずに、小三郎さんを養子に決めたのは、どんなわけがあるか、私にはわかりません。 多分、おみのさんが、イクマスさんを嫌ったんでしょう。イクマスの方がいい男じゃないかええ、良すぎるんで、浮気が大変です。なるほど、そんなこともあるだろうな。近頃主人と小三郎と、言い,い争いでもしたことがなかったのが。昨日もやっていたようです、はたたいも。イクマスはあの人は、人に盾なんかつきません。お前はおいそは 黙ってしまいました。二十五六にもなるでしょうが、慌てでもめっかちでもなく、どこか美しくさえある女ですが、なんとなく冴えない顔で、目鼻立ちの丹精なのが、かえってこの女の魅力を傷つけているといった感じのおいさです。お前は昨夜、どこにも出なかったのかえおいさは喧かに答えましたが、この女の底意地の悪い物言いや、顔の冷たい感じなどが、 広く平治を苛立たせた様子です。小三郎と幾松と番頭と奉公人の部屋を見せてもらおうか。お磯は黙って立ちました。それに従って平治と島吉。ここに小三郎さんと幾松さんが休みますよ。暗い四畳半の入り口においそは立ちました。中へ入ると窓は厳重な格子で店かお買って出なければ。 夜中に外へなどは出られません。荷物はそのおし入れにあるでしょう上は小三郎さんで、下は生松さんが使っているようです。平治と島吉は、まず生松の氷を引き出しました。蓋を払ってみると、中は大人なものの着替えが一通り詰まっているだけ。おや変なものを持っているぜ。島吉がそこから探し出したのは、 どーヌリザヤの手頃な脇差しが一本。どれどれ平士はそれを受け取って鞘を払い、窓際へ行って外の明かりに透かしてみました。セリバの。こいつは人間を切った油だぜ。島岸は囁ささきます。脇差しの歯は油を引いたように薄く曇っているのでした。生々しい油だ。一応洗って吹き込んだ様子だが、 凶器がこんなにもたやすく見つかったのが平時には予想外だった様子ですこの脇差しは誰のだ島吉は脇差しを鞘に収めると部屋の外に持って出ました小三郎さんのですよ何小三郎さんの自慢の脇差しですよなんとかいう仙道が演習などで海坊主を切った脇差しですって多分小三郎さんの父さんのでしょ おいその言葉は相変わらず毒を含みます。それが幾松の氷に入っていたのはどういうわけだまあ。おいおい、小僧さん、この脇差しは誰のか知ってるかいからんなのですよ。二人の小僧は声を揃えました。こいつは変だぞ。島吉兄、今度は上の氷を見よう。平治と島吉は押し入れの上の段の氷を出して念入りに調べましたが、 そこには何も変わったものがありません。4。おやぶん、とうとう口を割りましたよ。わめ込こんできたのは八五郎でした。なんだ、下手人が白状でもしたというのが。と平治、平次。そんな大したことじゃねえが、生松はとうとう昨夜行った先を言いましたぜ。なんだ、そんなことで慌てて飛んできたのが見合っていると言ったのに。 大丈夫下っ引きに見張りを頼んできたから、変なそぶりを見せると、すぐ縛ってしまいます。で、生松は昨や、どこへ行ったんだそれが大変なんで、おみのさんなんかの前じゃ言えなかったわけでさ。どこだ一番立ちの悪い場所を、一番決まりの悪いところで。へ <laughs> 江戸中にそんな端っかきな場所があるのかい今にも貼り付けを背負わせるように脅かして、ようやく白状させましたよ。 本所のあたか長屋で、丸太を相手にしていちゃ、幾く末口が聞けないのも無理はありません。中三の太陽なんて税は望まないが、せめて金猫銀猫とか矢倉下へ行くでもとか、ガラッパチはむやみに唾を吐き散らします。まあいいやな、怒るな。ところで相手の名ぐらいは聞いてきたんだろう上野という女だそうで、名前からして行きじゃありませんよ。黒い頭巾に腰衣はとんだ行きなやつさ。 ついでに、その絵のを受け取って、昨夜、生松が何時から何時までいたか聞いてくれ。どうせ、広は高瀬船に乗っているわけじゃあるめ。寝ぐらにいるのをそっと捉えて、やんわりと聞くんだ。驚かしちゃいけねえよ。怖がらいていますよ。ガラッパチは、もう一度飛んでいきました。これで大、大型目鼻がついたろう。俺は最初、生松が臭いと思ったが、高瀬船や、あたか長いに潜っていちゃ、人殺しはできない。 万一、毎日そんなことが知れちゃ、おたなものは一台の端っかぎだ。端五郎が帰ってきて、生松が一晩、あたか動かなかったとわかれば、小三郎を縛って、まず間違いはあるまい。それに、自分の脇差しを使って、よく洗って、生松の荷物へ入れておいたのは、憎いやり方だ。いいかい、島木ちゃんに、俺はこれで帰るから。ありがてえ、隅型の。おかげで、一日のうちにラチが開いてしまった。 ゆずれそのうちに礼に行くぜ。何の、こんなことぐらい。平次はそれっきり、この事件との関係を立ったのです。恩人のこの島基地に手柄を立てさせて、陰で知らぬ顔をしてみているのが、平次にとっては、たまらない楽しみだったのでしょう。外へ出ると、もう夕刻、平次は昼飯を食い損ねたことに気がつきました。急に腹の減ったことに気がつくと、八五郎の、 狂犬なイノフが今頃どんなことになっているかと思うと、一人笑いが隙腹からこみ上げてきます。五。それから、二月経ってしまいました。三文字や五郎氏は養子の小三郎と決まって、下手人を挙げた手柄はことごとく若い島吉に帰し、平時は組屋敷あたりの噂で、 小三郎のお知らせの神妙さや、くじ書きも無事に済んで、お仕置きを待っているという話を聞いているだけのことでした。ほやぶん、大変なことがありましたよ。ガラッパチの八五郎が、いつもの調子とは違って、広く沈んだ顔を持ってきました。それは三月三日。江戸は桃も桜も咲きそろって、すっかり春になりきった晩のことです。何が大変なんだ どブ板を着返さないと大変らしい心持ちにならないぜ。ねえ、親分。あのサモジアの娘、おみろとかいうのが南の奉行所へ書き込み訴えをやりましたぜ。何平次も何か学前とした心持ちです。気の毒なことに門前で食い止められて、泣く泣く帰ったそうですが、いずれあさってはご処刑になる小三郎の除名願いでしょうが、 親殺しの衆殺しだ。あの小三郎だけは助けようはないよ。駆け込み訴えも物によりけりだ。平次はそう言い切って、心の底から寂しさを感じておりました。島吉に縛られたにしても、小三郎を貼り付け柱にあげるまでに運んだのは、何と言っても平次のせいだったに違いありません。でも、思いつめて死ぬようなことはないでしょうね。可愛らしい娘だったが。 八五郎までが妙にしおれているのは、おみなのかわいらしさのせいだったかもわかりません。お前さんなんだいお前さんちょいと妙房のおしずが、敷居際から妙に声を震わせております。なんだいそんなところに釣ったって、借金取りでも来たのかいお嬢さんが、お勝手で泣いていらっしゃるんですよ。そういうおしずも、すっかり泣き濡れて、決まり悪そうに、 顔を背けながら話すのです。のでお嬢さんが平次は、お勝手を覗くと、薄暗い安んの下、上がりがまちに近く、崩れたまま泣いているのは、花束を叩きつけたような、痛々しい姿の若い娘。おみのさんじゃないか平次は、不思議な空気の圧迫を感じながら、板の間にしゃがみました。南の奉行所を追われたおみのは、最後の頼みの銭形平次を訪ねて、 お勝って口から、肩せ狭く入ったのでしょう。小山さん、小三郎さんを、助けてやってください。お願い。半分は、おいつに飲まれながら、おみのは辛くも心持ちだけを言って、子供のように泣くのです。そいつらは無理だ。今しがは俺が言ったことを、ここで聞いていたんだろうが、親殺しや衆殺しや、お奉行様,様でも助けようはない。そればかりは、諦めた方がいいぜ。 違います、親分さん。小三郎さんは、決して、父さんを殺しはしません。下手人は、他にあるんです。尾身さんがそう思うのは無理もないが、小三郎が縛られるには、縛られるだけの訳があったんだ。証拠は山ほどある上に、あの日、島吉兄が、隠居所へ引っ返していくと、小三郎は、一足違いで逃げ出したというじゃないか。幸い、あくる日、捕まったからいいようなものの。 そうでもなきゃ、島吉き人は、とんだしくじりをするところさ。平次は、順々として、とききかせました。が、おみろは涙に浸りながらも、頑固に頭を振って、平次の言葉を、受け入れようともしません。親分さん。どんな証拠があっても、小三郎さんは、本当の親を、殺すはずはありません。何本当の親え。 小三郎様、父さんの三文字や九兵衛の血を分けた本当の子だったんです。私こそ帰って義理のある娘だったんです。おみのの言葉は平治にとっても驚きです。ドク、それはどういうわけだ詳しく話してくれ。平治はとうとう、おがっての板の間に座り込んでしまいました。 その後ろに八五郎、その横にはお静が、ただわけもなく、片須を飲みます。小三郎さんは、父さんの本当の子ですが、母親は深川の芸者で、人類の手前や連れ合いの思惑があったので、誰にも知らさずに、仙道の波五郎という人にお金をつけてやりました。そこで、十三まで育てられた小三郎さんは、三文字屋に男の子がなかったので、 今から十年前に引き取られましたが、仙道の子で育っているから、町人に向くか向かないか、小柄の見定めがつかないから、しばらく奉公人並みに使ってみると言って、去年の秋まで奉公人と少しも変わらない扱いでした。ですから、お店でも世間でも、小三郎さんを父さんの本当のことは知りません。本人は、平次は一番大事な問いを忘れませんでした。 小三郎さんは何もかも知っていますが、あの通り正直一徹の人ですから、誰にも言いません。すると、小三郎と美代さんは兄弟になるわけじゃないかい,いえ、小三郎さんは三文字屋の血を引いた人ですが、私は三文字屋の二度目の嫁の連れ子で、父さんの本当の娘ではございません。うん、なるほど。それだ久兵衛さんが小三郎を養子にして、お前と育てて、 三文字屋の後を継がせる気になったのもわかる。だが、それだけじゃ、小三郎が無実の証拠にはならない。あの晩、正月五日の晩、小三郎はどこにいたんだそれがわかって、生き人でもなきゃ、今となっては、小三郎が無実と知っても、助ける工夫はない。小三郎様、あの晩、養い親の波五郎に会っていたんです。何波五郎は、若い時から先導で、 幾度もナンパしたの。水天宮様を新人して助かったと言って、月の五日の小馬の国、午前十二時には、どこにいても必ず江戸へ帰ってきて、赤羽町の有馬様の水天宮様にお参りをします。小三郎さんはそれを知っていて、月に一度、船の都合では二月に一度、五日の晩、永代の近くに燃やっている波五郎の船へ行って、一晩泊まってくるの。 楽しみにしているんです。なぜお知らせでそれを言わなかったんだそれを言いさえすれば助かる見込みがあったのに。平次は、お美野の,の話から不思議な次元の展開を見たのでした。それができなかったのです。波五郎は仲間の者の悪だくみから5年前に海賊の一味と間違えられて縛られ、もう少しで首を切られるところを縄抜けをして助かった人です。今ではなんとか名前を変え、 顔形まで変えているんでしょう。ナミゴロウは正直者で、海賊なんかする人じゃありませんが、狼に睨まれていては、手も足も出ません。ですから、月に一度、そっと江戸へ来て、水天宮様へお参りして、小三郎さんに会っていくのを、何よりの楽しみにしているんです。小三郎さんは、葉の通りの人ですから、自分が張り付けになるまでも、養い親のナミゴロウの首に縄のつくようなことは、 口へ出せなかったのです。うーん。あまりの怪奇な話に、平次もただ、うなるばかり。悪者はそれを知って、いつ日の晩を選って、父さんを殺し、小三郎さんに罪をなすったに違いありません。かわいそうに小三郎さんは、養い小屋に義理を立てて、親殺し、週殺しで死んでいくんです。どうぞ、助けてやってください、波ごろに。 迷惑のかからないように、せりがたン親分さんなら、きっとそれができます。お願いでございます。おみのは、たしなみも恥ずかしさも忘れて、精一杯にくどくのでした。ねえ、お前さん。おひつまで、鳴き声を挟みました。お前は黙っていろ。ところで、おみのさん。もう聞いているだろうが、お仕置きは、明後日の、小馬の国だ。 正直のところ、それまでに、小三郎を助ける見込みが立つかどうか、俺にもわからない。が、お前さんが、本当に小三郎が、無実と思うなら、それはもう、親分さん。若い娘が、それだけ信用するなら、大抵間違いはあるまい。もうけず子でないから、お前さんの心は、鏡のようなものだ。ところで、おなさん。は、はい。お前さんは、小三郎を、 どんなことをしても救いたいというのだね。平時の声には激しい糸が潜んでおりました。え、どんなことをしても、どんなことがあっても、命を捨てても、命を捨てても、万人の前に恥をさらしても、え、万人の前に恥をさらしても。おみのは平時の言葉を復唱して静かに顔を上げました。涙に濡れて、 少し晴れっぽたくはなっておりますが、若々しい目鼻立ちに火のような純情が燃えて、日頃の美野には見ることのできなかった美しさが人を打ちます。明後日、お仕置きの日はちょうどいつかだ。波五郎が赤羽橋の水天宮様へお参りに来る日だろうな。雨が降っても、槍が降っても、小馬の国にはきっと来るはずです。鈴鹿森のお仕置きも、 小馬のこく、れましのお参りも小馬のこく。平時はふかぶかと腕をこまぬきました。七、空晩、平時と八五郎はあたかに飛んで船びくりのおえのを探しました。が、なんという不運でしょう。おえのはとう日ばかり前に大酒を飲んで頓死し,し、 弔いも何も住んでしまったと聞いては手の暮らしようもありません。その死んだ日か前に来た客のことを聞きましたが過当な船見国の客などは誰も気に留めずそこにも探索の手鶴は耐えてしまいました。この上は5日の昼頃、波ごろという銭湯を捉える他に手はない。平次はそんな頼み少ないことを言うのです。その翌々日、 とうとう、三月五日という日が来てしまいました。親殺しの衆殺し、五逆五悪の滞在人小三郎は、ラバに乗せられて、幾十人の獄卒に守られ、罪状を書いた考察を掲げて、江戸中、目抜きの場所を引き回しの上、鈴鹿森の処刑場に着いたのは、四つ半、午前十一時、少し過ぎでした。その日は、やけに良いお天気で、 春の青空が深々かかと光って、竹洗いの中にも、数千の群衆の頭の上にも、桜の花びらがちらふらと散ってきました。メシュード小三郎を乗せた馬が竹洗いの中へ入ろうという時でした。一丁の町かごが役人の油断を見つまして、つっつっつっとラバの前、ピタリと竹洗いの入り口を塞いだのです。 どけどけどけ。バラバラとかけてくる、役人小物。お願い。お願いのものでございます。なんだなんだ。小三郎のいいなすけ、美濃と申すものでございます。親の遺言を果たすため、お仕置き前に、祝言をさせてくださいませ。お願いでございます。籠の中から転げるように出たのは、白むく綿帽子の花嫁姿。驚き呆れる役人の前に、 綿帽子を金繰り捨てると、激しい興奮に血の毛を失いましたが、あたりの凄まじい情景に引き立てられて、神々しくも美しく見えるおみのです。おうおうおお竹洗いを囲む数千の群衆は、どっと土読みを打ちました。ならぬならぬ。ここをなんとここらえる役人に三人、おっとり刀でみのを取り巻くと、役目大事といたけ高になりました。 杯ごとの済んだ上で、私の命を褒めしらすっても、少しも恨みには存じません。馬鹿なことを思うぜ。これは、除名の願いではございません。どんな罪とががありましょうとも、小三郎は、私のいい名付け、偽をちぎった方に、違いはございません。一生懸命さが言わせる乙女の雄弁に言いまくられて、役人小物も、顔を見合わせるばかり。しばらくは、 日頃用い慣れた権力を用いることさえ忘れました。ならぬ、ならぬ。お願いでございます。星を気になる罪人には、今までの際に、たった一つだけは、望みを叶えさせると承りました。ええ、ちょうど、どかぬと、力ずくでどかせるぞ。二三本の六尺棒が、前後から、おみのの白むくを押さえました。だってならぬとおっしゃれば、ここで違いをいたします。せめて、 ほっとの先に死んで、死で三途の案内をいたしましょう。おみのは、帯の間から、用意の会見を取り出すと、きらりと抜いて、我と我が胸に、切っ先を当てるのでした。一本の指でも加えたら、そのままずぶりと突き刺して、白無垢を、明けに染めるでしょう。竹洗いを取り巻く見物は、好調する劇的なシーンによって、時々、 と時の声を上げます。そのうちに、地獄は立ちました。ダバに乗せられて、ガンジガラメに縛られた小三郎は、この凄まじいおみの順序を、すぐ目の下に眺めながら、一言の口を聞くことも許されず、放り落ちる涙を払うすべもなく、唇を噛み、体を震わせ、ただ、男泣きに泣くばかりでした。 八、一方は、銭形平時と八頃、赤羽町有馬屋敷の角、おふり旗の吉曹りの中に、五つ、午前八時過ぎから目を光らせました。畜後の国、久留米二十一万石の大衆、有馬現場の神神屋敷、三田通りの一角に水天宮を肝心し、正式に諸人の参敬を許したのは、ずっと後の完成年間で、 日本橋に移ったのは明治になってからですが、完成以前にも屋敷内の水天宮に特使の者の参詣を許したことはあったのです。波五郎がお参りした頃は、月の五日でも参詣の者はほんの数えるくらい、その中に船頭風の男が混じっていさえすれば、平治と八五郎の目を免れるはずはありません。それから二時、四時間近い間、 平次と八五郎が、どれほど気をもんだことでしょう。八、あれだ。平次が、堀端をやってくる、白髪頭の頑固そうな老人を見つけたのは、ちょうど三原山の昼の鐘が、鳴り収めた時でした。お前さんは、仙道の波五郎と呼んだね。ええ。八五郎に、胸ぐらをつかまぬばかりにされて、老仙道は、のけぞるばかりに驚きました。が、気を取り直すと、 いかにも、先導の波五郎は、この俺だ。さう、お縄を頂戴しよう。身に覚えのないことだが、もう、命が惜しいほどの年じゃない。後ろに手を回して、観念の目さえ、つぶるのです。違う、違う。お前を縛るんじゃない。三文字屋の小三郎が、親殺しの罪で、今日、今、張り付けになりかけているんだ。ええ一月五日の分、お前と一緒に、 船の中で一晩過ごしたという証が立ちさえすれば助かる。さあ、こうしているうちにも、仕置きが進むかもしれない。早く早く。そいつは知らなかった。俺は海の上にばかりいる人間だ。そう、どこへでも連れて行ってくれ。一月五日には、衛隊の下で、一晩この俺と、小三郎は話していた。用意した三丁の籠。三人はまず、すきや橋内、南町奉行所に飛ぶと。 そこに待っていたよりきいささの新三郎は手を回して老中の奥印を押した斜面上を用意していました。それ。新たに人足を変えて山頂の籠は鈴鹿森へ。平時と八五郎が斜面上と行商人を連れて鈴鹿森に乗り込んだ時は九つ十二時を遥かに過ぎてもう八つ午後二時近くなっておりました。おみののドラクにも 限度があります六尺王で押し隔てられて竹洗いの外につまみ出されると改めてメシュード小三郎を馬から下ろし役人がもう一度罪状を読み聞かせた上目隠しをして貼り付け柱にかけるのですお願いお願い竹洗いの外から必死と叫ぶおみのの声も枯れ果てましたおみのさん私はうれしい 張り付け柱の上から目隠しをされたまま、小三郎はわずかに声を張り上げます。小三郎さん。この小三郎が下手人でないことは、おみのさんだけはよく知っている。あの人に会ったら、そう言ってください。小三郎さん。小三郎さん。お願いだから、言ってください。みんな言ってください。しかし、それは無駄な努力でした。時刻が迫ると、 役人は、役目の落ち度になります。それ。合図をすると、日本のサビアリが、小三郎の胸のあたりで、ピタリと交わされました。一瞬の間、万事、終わるでしょう。小三郎さん。どっと、どよみうつ群衆の声に飲まれて、おみののか弱い声も、もう、聞こえません。あのやと思う時でした。また、そのご処刑待った。 古斜面上だぞ平治と八五郎と波五郎は、大波のように揺れる群衆の中へ、毎日文字に飛び込んできたのでした。幾松はその日のうちに、衆殺しの下手人として、島岸に縛られました。あたかの江野の家から三十両の金が、幾松の財布に入ったまま現れたのと、 おえのに、毒死を持って行ったのは、見知り人があって、幾松と知れ、主人、九兵殺しまで、幾松の仕業と分かったのです。五日の晩、わざと遠方の、あたか長屋へ行って、人に知れると恥になるような証拠をこしらえたのは、幾松の、なみなみならぬ悪知恵だ。その場にいない証拠に、船見組みなどを出すのは、人情の裏を行った逆手さ。平治は、ガラッパチにせがまれて、 え戸きをしてやりました。事件が落着して、四五日のことです。なるほどね。小三郎の脇差しで、九兵衛を殺し、一通り洗って、自分の氷へ入れておいたのも、行き届いた悪だみだ。あれを見たときは、俺も下手人は、たっきり、小三郎に違いないと思ったよ。なんだって幾松は、主人を殺す気になったんでしょう。幾松にしてみれば、赤の他人の小三郎が、 三文字屋を継ぐほどになったのは、尺に触ったのさ。小三郎、九兵衛の本当のこと知らないから、三文字屋の血を引く自分の方が、後を継ぐのは本当だと思ったんだろう。九兵衛を殺して、小三郎が下手人で処刑になれば、三文字屋の心象と見のは、幾松の自由になるじゃないか。そう言われると、幾松が下手人らしくなります。もう一つ、わからないことがあるんだが。なんだい おいぞはなんだって、小三郎をひどく言ったんでしょう。おみのに取られたような気がして悔しかったのさ。小三郎は、とんだ過保物だね。あんな肌合いの男が帰って、娘に好かれるんだろう。愛嬌があって、女才がなくて、触りの滑らかな幾松は腹が黒いから、娘たちに打ち込まれないのさ。へえ<ー>。大層、感心するじゃないか。お前なんかも一本上司だから。 娘たちには人気のある方さ。用心するがいいぜ。冗談でしょところで、おみの花嫁姿で鈴ヶ森がやったのは親分の指図でしょとんでもない。おがっぴきがそんなことをしていいか悪いか考えてみろ。平次の言葉には眼畜があります。でも、島吉屋には親分のおかげで大手柄でしたよ。喜んでいましたぜ。とんでもない。もう少しで、取り返しのつかない。 大しくじりをやらかすところよ。おがっぴりは本当に怖い。自分の腕や知恵に頼りすぎると大変なことになる。平次はそんな気になっていいのでした。ご視聴ありがとうございました。来週は物資の娘をお送りしたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。 いいねもよろしくゼリガタ平時鳥物控え傑作集人情寒類編より仏師の娘1あやぶんこいつは変わってるでしょとって十9の滅っぽうきれいな心臓が仏様と心中したんだから江戸警報以来の騒ぎだ ガラッパチの八五郎は、また変な噂を聞き込んできました。何をつまらんねえ。つまるかつまらんねえか、ちょいと言ってみてくださいよ。京屋じゃ、怪我にして、検視を受け、日が暮れたらお弔いを出すつもりでいるが、若い娘が仏様を抱いて、大川へ飛び込んで、それで済むと思いますか京屋というのは、米沢町の京屋全八のことかええ、いいその京屋の下女。 と言っても、弁天様が仮に姿をやつしたような、お鈴という綺麗なのが、不元菩薩の木像を鹿と胸に買い込んで、元柳橋からドブンとやらかしたんで、主人の全八を見つけて、引き上げさせた時はもう手遅れ。虫の息もなかったが、不元菩薩の像だけは、鹿と胸に抱いて、離さなかったというのは、いじらしいじゃありませんか。もっとも、不元菩薩は女体の仏様だから、 こいつは、心情にならないかもしれない。八五郎は、そんなことを言って、きな臭い顔をするのです。娘のみなげまで、いちいち付き合っちゃいられないよ。剣士が無事に住めば、それでいいじゃないか。平次は、相変わらず、みこしをあげそうもありません。ところが、その、不賢菩薩というのが大変なんで、木で掘った仏様には違えねえが、像の上に乗っかっていなきゃ、そのまま、大間垣から突き出せそうな白物ですぜ、ね。 五分を塗って極彩色をして、にんまりと笑っているんだが、そのあだっぽいことと言ったら、ガラッパチはそう言いながら額を叩いて舌をペロリと出すのです。よっぽど不言菩薩に魅惑されたのでしょう。バカだなあ。平時は取り合おうともしません。それだけじゃ種にならねえが、見ていた人の話にお鈴が川へ飛び込む前、 かしっぷちでしばらく男と揉み合っていたそうですよ。そいつがどうかしておすずを川の中へ突き落としたんじゃありませんかそいつは俺に聞いたってわからねえよ。ゆべは月が良かったのが。十五夜ですよ、親分。まだ鈴見には早いが、あのあたりはちらりほらりと人通りが絶えませんよ。そんな物騒な場所で娘一人川へ突き落とすやつがあるのかな道路押しも変だと思うんで。 それとも、普遍菩薩の木造に何か違和感があるのかな台座に穴でも開いて、そこへ古正門を隠しているとかなんとか。そんなものはありゃしませんよ。台座は木目がきちんとして、杉目も合わせ目もないし、物体ものみの跡が揃って、種も仕掛けもありません。何でも名人の作で、体操いいものだということですが。うん。面白そうだな。その下女の身元は分かっているのか 向こう柳原の大工の熊五郎が受け人で、お鈴の親は縁国にいるから、弔いには間に合わない。片身の品でも送ってやる他はあるまいということで。そいつは気の毒だな。とにかく気をつけて見ているがいい。若い娘が物体を盗み出すはずはないから、何か訳のあることだろう。平次はそんなことを言うのです。手をつけるほどまとまった次元ではないと思ったのでしょう。京や全八というのは、 公義御用の女こ所で、町人ながら見識が高く、巨万の信頼を要している上、骨董美術、分けても仏像の収集家として知られておりました。本人はまだ五十を越したばかりの働き盛りですが、せがれの善太郎は少し不詳で、大勢の奉公人は番頭の久助が主人を助けて指図をしております。綺麗な下女のお鈴は、 どうして主人の収集のうちから極彩色の不現像を持ち出し、大川に身を投げることになったか、今のところ八五郎の報告だけでは何にもわかりません。二。それから十日ばかり経って、江戸はすっかり夏になりきった頃、ガラッパチの八五郎は相変わらず曲げっぷしを先に立てて、 ゼリガタヘイジの家に飛び込んできました。そう、大変。とうとう来たのがいい。今日あたりは、お前が飛び込んできそうな陽気だと思ったよ。ヘイジは何か期待している様子でした。おえぼんが来たんですか、あれを。聞いたよ。八五郎が京屋の近所を毎日うろうろしていることや、京屋の主人が年がいもなく、お鈴を付けまわしていた話。それから、お鈴の死んだのは、 ただごとじゃあるまいと言った世間の噂をな。お前が聞き出した話もそんなことだろう。へん、親分の前だが、そんなことで、足が飛んでくるものですか。今日の大変は、よそ行きの大変なんで。大きく出やがったな。一体、どこの猫の子が首をくくったんだちぇ、いや、なんな。ゼニ型の親分が、花の先の殺しを知らないなんて。なんだと京屋の主人が、昨夜殺されましたぜ。 なんだって早くそう言わないんだ。ところ、よそ行きの大変だって言うんで。殺しによそ行きも、普段着もあるものか。来い、八。平次はさすがに驚きました。じってを懐にねじ込むと、嫌に落ち着き払った八五郎を引っ立てるように、両国の方へ一惨に飛びます。せっかちだな、親分。その後から、あいぎあいぎ追っていく八五郎。こいつはうんとたくんだ殺しだ。現場をかきまわさないうちに、 一通り見ておきたい。うすうす、京屋の様子を探っていた平次は、この殺しの奥に、容易ならぬ者が潜んでいると睨んだのも、無理のないことでした。米沢町の京屋へ着いたのは、まだ五つ、午前八時少し過ぎ、家の中はしんと静まり返っておりますが、その静寂のうちに、鬱陶しい不安と、恐ろしい疑惑がはらんでいることを、物慣れた平次は、 限らししておりました支配人の清助という五重男に案内させて主人の死骸を置いてあるという奥の一間に通りましたがその道々廊下にも庭先にも戸棚の上にも床の間にも金仏木造古いの新しいの釈迦も観音も薬師も弁財天も大小あらゆる仏像が置いてあるのはこの道に興味のない平次やガラッパチにも一種 危機の迫るものをさえ感じさせます。集められた仏像は、目に触れる限りでは、甲が優雅な水庫物は愚かなこと、こし朝鮮の古いのや、奈良、平安町の芸術品、鎌倉期の有権なものさえ一つなく、あるものは徳川期に入ってから、悪脱者な職人の作った、低俗愚劣な作品ばかりで、金箔の厚いのと、容姿の遠礼な他には、 取り柄のない仏像ばかり。これを金に明かして集めた京屋全八の気持ちは、平時にも、パチにもわかりません。親分、変な心持ちになりやしませんが、寺方の土曜星みたいで。しこいつを眺めていると、よっぽど罪の深い野郎とも成仏したくなりますよ。バカ野郎、黙ってこい。え番頭の九助は、そんなやりとりを聞こえないふりをして、 主マの敷居際に立ちましたここでございます平治と八五郎は一足踏み込んでさすがに顔を見合わせます主人全八は床の中から抜け出したまま脇差しで喉をつかれて死んでいたのですその思いの深なる悪そうや凄さまじい血潮の反乱はともかく夜のものの贅沢さと部屋のちょうどの見事さに平治とガラっパチは驚いたのでした 見つけたのは誰だい平治は手順を追うように聞きました。以上のお吉でございます。長くいる女が。い,いえ、お鈴が死んだ後で、墓中から呼びました。出戻りの死銃を起こした女で。お鈴で懲りて、醜い中年女を雇ったという心持ちが、九助の限界に溢れます。あなたは一枚こじ開けてあったのは、そのままにしておきました。 あとは、戸袋へ入れてしまいましたが、縁側の外へ横にしてあるのはその雨戸でしょう。見ると敷居にも雨戸にも、飲みを入れてこじ開けた跡があって、ものが外から入ったことは疑いようもありません。おやぶん、大変な泥ですね。畳の上に半々とした泥足の跡。ガラッパチにそう言われるまでもなく、 証拠は揃いすぎるほど揃っております。脇差しは主人の品でございます。用心のために枕元へ置いて寝たのが、かえって災いのもとでございました。なるほど。そう言えないこともあるまいな。兵士は死骸のそばに放り出してある、ロルリの鞘を取って、一応調べました。ほやぶん、傷は一つじゃありませんね。 ガラッパチは妙なことを言います。よく気がついたな。最初、細葉の合い口で刺して、後で、バキ刺しでとどめを刺したんだろう。どっちにしても、クセモノが外から入ったに違いないとすると、物取りでしょうかそれとも、恨みでしょうかさ、それは俺にもわからないよ。バントさん、何か紛失したものはないのかい何にもなくなりません。主人の髪入れも、中の金までそっくりしておりますし。 ここには大事な衣装も、金目のものもございません。それじゃあ恨みかと、ガラッパチ。人様に恨まれるようなご主人ではございません。じゃあわからね。泥棒でなし、恨みでなしとすると、ガラッパチがこんなわかりきった掛け合いをしている間、平次は部屋の中を念入りに調べておりました。番頭さん、これは何だい手に取ったのは、 白木に彫った不遍菩薩像。台から物体まで、せいぜい一尺二三寸もあるでしょうか。木ほどの顔料も用いない、全くのうぶなヒノキ材ですが、少し荒いタッチで、のみの跡が匂うばかり。時間を垂れた菩薩の顔は、少し離して眺めると、三十二層ことごとくグビして、めでたくも、毛高き限りです。肩から胸へ流れる線の清らかさ。 腰から膝へ、像の生と映る起伏の幽霊さ。あまりの見事さに、平次も思わず、簡単の声を上げました。それは、一向に存じません。番頭の九助は、目をこすります。知らないええ、一向に見かけたことのないご仏像でございます。この部屋には、不思議に仏像がない、廊下にも庭にも、 あの通り、幾百体となく仏像を並べておくのに、この部屋には、ところ間にこれが一体だけ置いてあったのを、番頭さんは気がつかなかったというのか。平時は重大な鍵を掴んだ様子です。へえ、昨夜までそこに置いたのは、極彩式の普賢菩薩様でございました。下女の鈴が見投げするとき、抱いていたという仏像か。へえ、旦那様はことに。 あの極彩色のご仏像がお切り召したようで、この四五年はお手元から話したこともございません。それが一晩のうちに変わっていたというのが。へえ。親分、色を洗い落としたんじゃありませんかガラッパチが横から口を出しました。いや、極彩色のは荒っぽい仏様で、どっちかというといやらしい出来だったというじゃないが。これは最初から白きだし、 大変ないい出来だよ。素人の俺が見てさえ頭が下がるんだもの。おや平次は仏像の下、台座の裏を覗いてみました。何かあるんですか親分。名があるな。卓道と読めるが、こいつは名人と言われた鎌倉の野沢卓道だろう。それはあまりにも有名な物資でした。左神五郎は堀物大工ですが、 野沢卓道は見識のある物師で、関東地方にいくつかの傑作を残しておりますが、この普遍菩薩像なども数ある卓道の傑作の中でも屈指の数に入るものでしょう。親分、まあ、足にはだだんわんからなくなりますよ。こいつは、どういう反時者でしょう。八五郎は、とうとう投げ出してしまいました。お鈴の死と、京屋全八の死をつなぐ、何か重大な、 事情がありそうです3行江の家族はせがれの善太郎たった一人だけこれは人間がだいぶ甘く22にもなっているのにちびほうきほどの役にも立ちません平次は一応会ってみましたが容量を得たことは一つもなしただもうおろおろして事件の成り行きを眺めているだけのことです 世代は友三郎の二人。どちらも長年勤めて何の威信がありそうもなく小僧の幾松は11で物の数に入らず下女の吉は四十二三の中年女でこれは死骸を発見してひどく怯えている他に何の変哲もありそうはなかったのですこれだけかな平次は辺りを見回しましたあとは出入りの職人や 通いの人足だけで、店にいるのはこれだけでございます。九助は念入りに頭数を読みながら答えました。まだ島吉丼がいるでねえか。下女のお吉は、お前の数から思いついた様子です。なるほど。あれも奉公人の一人だ。庭木きから荷虫らへ、使い走りなど、外回りの仕事をしている島吉というのがおります。誰だあれでございます。 今、土蔵の前を掃除している。土蔵の前、同じ場所何遍も何遍も掃除している中年男の頭の悪そうなのを見て、平次はがっかりしてしまいました。手代のユーザブロは22歳。目から鼻へ抜けるような男で、店中の評判を聞くと、綺麗な下女のお鈴と気が合っていたらしく、お鈴が死んだ後はすっかり、 憂鬱になっていることも事実ですが、千ンと一緒に店2階に寝ているユーザブローが夜中に抜け出して主人の全髪を殺めるということは考えられないことです。もう一人の手代千ンは女とは縁の遠い辛抱男で、一面主人の気に入っていたことも事実ですが、物に決断のない男で、人を殺すような性質でないことは大番頭の九助が保証します。 小僧の幾松はまだ十一。こう勘定してくると、京屋の奉公人の中には疑いを挟まれる者は一人もありません。奉公人の身元はみんな確かだろうな。平次は最後の念を押しました。それは大丈夫でございます。一番古い奉公人は誰だい私で、一番新しいのは、お吉でございます。 これはまだ7日くらいにしかなりません。それから、私の次はユーザブローで、その次は戦ン幾イクマツの順になります。お吉は一番新しくて、お吉より二日古いのが、あの島吉でございます。あれでも役に立つのかな同じ場所ばかり入っている島吉のロゾンサには、さすがの平次も驚いた様子です。主人も困っておりました。 身元は確かですが、晴れじゃあんまり役に立たなさすぎます。九助は苦笑いしております。アサギの手ぬぐいを放かぶりに少し背虫で栗色の肌をした中年男は全く醜い昆虫のような感じがするのでした。八、へえ、剣刀はついたか番頭の九助を向こうへ追いやると、平次はガラッパチに水を向けました。 自慢じゃねえが、さっぱりわかりませんよ。呆れた野郎だ。俺にはだんだんわかってくるような気がするが、それはわからないから不思議で。ガラッパチは何回野望を撫でながら、臆面もなくこんなことを言うのです。それじゃ、彫り物市の野沢拓道のことを調べてくれ。どこに住んで、どんな暮らしをしているか。本人が死んでいたら、子供たちのことを調べるんだ。いいかええ。 俺はまだまだここに調べることが残っている。頼むよ。え現場から遠ざけられるのが、ガラッパチの自尊心をほんの少しばかり傷つけたことでしょう。しばらく渋っておりましたが、ももなくその姿を隠してしまいました。栄治はかなり大きい京屋の家の内外を、この上もなく寝入りに調べました。それから土地の下っ引きを二三人呼び出して、 お鈴の身元を調べに八方へ飛ばせ、日が暮れる頃になって、ようやく引き上げたのです。四。ほやぼん、武士の野沢拓道は、去年の春、鎌倉で死んでいますよ。間違いはあるまいな。八五郎が報告を持ってきたのは、それから三日目の夕方でした。鎌倉まで行ってきたんだから、間違いはありません。病気は中風。 死ぬ三年前から身動きもできず、娘が関心によく世話をしたそうですよ。その娘の名は何と言ったそこまでは聞きませんよ。十八区の綺麗な娘だったそうで。だから馬鹿だって言うんだよ。その代わり、せがれの名は聞いてきました。ジョ太ロと言うんだそうで。この男は生まれつきの道楽者で、三年前親父の卓道に感動され、それっきり行方知れず、生きていると三十二三にはなるだろうという話で。 それっきりか。へえ。娘とせがれの二層は聞かなかったのが。そこまではね、親分。それが大事だったんだ。しようのないやつじゃないか。へえ<ー>。平次はひどく不機嫌でした。が、その突き詰めた調子から、事件解決の鍵を握ったことを、八五郎は感じるのでした。その晩、下っ引きの報告が、一つ一つ、平次の手元に集まりました。 見なげをした下女、おずの受け人は、向こう柳原の大工の熊五郎で、これは眼鏡にポンポン行っておりましたが、三日攻め抜いた挙句、とうとう金をもらって、おずの受け人になったということまで白状したのです。そいつはもう一息だ。平次が向こう柳原へ飛んで行ったことは言うまでもありません。頭領も江戸っ子だろう。金をもらって受け人になったじゃすむめ。 なんだってあの娘が堀物市の野沢拓道の娘で、義理があって身元を引き受けたと白状しなかったんだ。平時の調子は自信に満ちて突っ込んだものでした。親分、そんなことまで。大工の熊黒は青くなってしまいました。棟領、おすずさんは死んだんだぜ。それも見投げだか人に殺されたんだが、わかったものじゃねえ。 お前が本当のことを言ってくれさえすれば、おすずさんの仇が打てるかもしれないんだ。恐れ入った親分。いかにも、みんな申し上げましょう。お嬢さんも死んでしまったんだ。おを隠したところで何にもなるねえ。そうともそうとも。お察しの通り、おすずさんというのは仮の名で、あれは武士の野沢卓道先生のお嬢さん。おみさんと呼んで。大工の熊五郎が、 卓道の恩を受けて、それを忘れずにいるのを知って、熊五郎を受け人に、京屋に住み込み、何か目論んでいたことは疑いもありませんが、それから先のことは熊五郎も全く知らなかったのです。親分、お鈴が卓道の娘だったとすると、これは一体どうなんでしょうガラッパチのおばつかなさ。俺にもわからないよ。もう一度、京屋へ行ってみよう。 何か見落としたことがあるかもしれない。平次もこうなると、勘一つで、たどるかはありません。京屋は人騒ぎすんで、ようやく落ち着きを取り戻し、足りない,いながら、せがれの善太郎が、家督を継いで、旧助の貢献で、どうやらこうやら、家業を続けておりました。代わりはないかえぬっと入った平次と八五郎。これは、親分さん方。こちらには何の代わりもございません。 ええ。九助は、特日らしく、手を揉みます。もう一度、主人のネマを見せてもらいたいが。へえ、どうぞ。平次は、奥の八条に入って、寝入りに雨戸を閉めさせたまま、一生懸命、何やら考えておりましたが、やがて。八、へえ。癖者は、主人を殺してから外へ出て、雨戸をこじ開けることもできるわけだな。 八五郎にはその意味が通じなかった様子です。外から入ったと見せたのは、癖者の器用な細工だったよ。家の中の者がここへ忍んできて主人を殺し、それから雨戸を開けて外へ出て、外から飲みで雨戸を開けて、泥足で入ってきたとしたらどうだこれだけ厳重に戸締まりして、陰浪ばめになっている雨戸を、外から癖者がこじ開ける間、主人は何にも知らずに、ぐうぐう眠っているはずはあるまい。 なるほど。くせ者は家の中にいたんだ。平次はとうとう事件の差実を見破ってしまったのです。手代のユーザブロと戦時は店2階に寝ているので、これは疑いの外に置かれ、番頭の九助は通いで、その晩一歩も外へ出ないと分かって、これも疑われる筋はなく、あとは小僧の幾松と下女のお騎士ですが、一人は十一歳の少年。 一人は四十数の女で、これも雨戸の細工などを思いつく柄ではありません。五。あの島岸とかいう男はどうしたんだ平次は、ふとグドンらしい庭男のことを思い出しました。土蔵の前を水澄ましのように一箇所だけ吐いていた男その徹底した無神経が何か、 こしらえ物のように思えてきたのです。ようべ暇を取って、国へ帰りましたよ。番頭の九助は、何にも気がつきません。国はどこだ越後だ、そうで。はじ、困ったことになったぞ。少し手ぬかりだったな。はの野郎ですか、下手人は。まだわからないが、とにかく下男部屋を見よう。二人は九助に案内させて、お勝手の傍らの三女をのぞきました。が、 中にはもう何にもあるはずはありません。島吉の受け人は誰だ向こう柳原の大工の熊五郎で。お鈴の受け人じゃないか。お鈴が死んで間もなく入れました。そういえば変ですね。キュッスケは今頃首をひねっております。八、来い。平士はもう飛び出しておりました。どこへ行くんで、親分。お前、突っ走りはできるが 向こう柳原へ飛ぶんでしょバカ、向こう柳原なら、こっから五条ともあれやしない。島吉の後、追っかけるんだ。平士はもう、七三に尻をはしょっております。越後まで行くんですか親分。鎌倉だよ。まだわからねえのが。ええあの島吉というのは、卓道のせがれの道楽者さ。城太郎とか言った。へえ。ほとぼりが冷めたとみて、京屋を逃げ出したんだ。 行く先はわかっているじゃないが、親の羽がのある鎌倉だ。なるほどね。二人は半分は駆け、半分は籠で、その日のうちに鎌倉に入っておりました。ここですよ、親分。八五郎が一度来た卓堂のいよりは、宵闇の中に固く閉ざされて、人影がありそうもなく、四方は松原で、人に聞くすべもなかったのです。屋を出て、どこかで夜を明かせば、 島吉の丈太郎が鎌倉へ着くのは早くて今夜だ少し待ってみようか平治は松の根に腰を下ろしてタバコ入れを抜きました遠く波の音が聞こえて塩の香りにタバコの匂いの混じるのが妙に八五郎の郷愁をそそります大丈夫ですか親分大丈夫だここより他に来る場所はない卓道罪名の仏像を置いて 国際式の仏像を持っていった男。お鈴と入れ替わって京屋へ来た男。向こう柳原の熊五郎が受け人で、あほのふりをしていた男。こいつが上太郎でなかった日には、俺おらはおかっぴきをやめろよ。平次は自分へ言い聞かせるように独り言を言うのです。私しに、わからないことがあるんだが。なんだ、アジ。最初、細場の合口で主人を刺しておいて、後で脇差しで刺したのは、どういうわけでしょう 急いでい口を隠すのは厄介だから、湧き出して殺したように思わせたかったのさ。あの時、そこに気がついて、下男部屋か薪小屋を探したら、血のついた細身のい口が見つかったはずだ。抜かるときは、しようのないものさ。平次はそう言って、自分の額を叩くのです。それにしても、遅いじゃありませんかガラッパチは、大きく伸びをしました。どうかしたら、外へ待ったかもしれない。また抜かったかな。 親父の墓へだよ、恥。平次は、没年と立ち上がりました。近所の家を二三軒あたって、卓堂の墓はすぐわかりました。極楽寺の霧通しを少し行って、右へ登った林の間、二人はどんなに骨を折ってそこまでたどり着いたか。卓堂の墓の前にぬかずく黒い影は、平次とガラッパジが示し合わせて前後から迫るのも知らずにいたのです。 ぞ<毒>御ご用とは、神妙に聖女太郎。まず飛び込んだのは、ガラッパジでした。親分。銭形の親分さん。逃げも隠れもいたしません。しばらく待ってください。せめて30年の不幸を、親父にしみじみとわびて参ります。黒い影は、生地めりの土の上に、諸手をつきました。それじゃ、お前は、 平治も少し予想外だった様子です。江戸から来る途中、ちらりと親分の姿を見て観念しておりました。言い訳じゃございませんが、一通りこうなったわけを聞いちゃあくださいませんか、親分。上太郎の島吉は夜闇の中に顔を上げました。聞こう。俺にもわからないことばかりだ。みんな話してくれ。平治は、 相手の態度にすっかり気を許して、石の玉垣の崩れたのに腰をかけます。あの京屋の全八というのは、幾百となく仏像を集めておりますが、作の良し悪しもわからず、ろくな新人家もなく、大変な俗物でございました。上太郎は話し続けるのです。大俗物の京屋全八が、古豪氏の女郎を見立てるような心持ちで仏像を集め、 その頃、関東第一の仏師、野沢卓道にも、極彩色の女神の仏像を頼みましたが、卓道は見識を重んじて、何としてもそれに応じなかったのを、金と機械とで納得させ、とうとう、卓道にとっては、一代の知辱とも言うべき、極彩色の普遍菩薩を作らせたのでした。その後、卓道は、一旦の過ちで、俗悪妖艶な普遍像を、 この世に残すことを悲しみ、京や全八に交渉して、何とかして買い戻そうとしましたが、最初卓道が受け取った作料を倍にして返しても、仏像を戻してくれず、いかなる嘆願も聞き入れないばかりか、かえって不言像に対する愛着心を煽られて、朝夕自分のそばに置いて、寸時も話さないほどの出来合いぶりだったのです。卓道は、 純真な芸術家らしい悩みを悩み続けて、とうとう死んでしまいました。その遺言は、たった一つ。あの、極彩色の不元像、何とかして、取り戻して焼いてくれ。ただと言っては、京や全八は返してくれないから。その代わりに、私が精魂込めて掘った、白木の不元菩薩。これは卓道一台のうちでも、五本の指に折られる傑作だ。 これを持って行って書いてくれ。というのだったのです。一人残された娘の隅、後の鈴は、早速感動されていた兄の上太郎を呼び寄せ、二人相談の上、白木の不現像は当分兄が預かって檻を見ることにし、妹の隅は名を変えて身を包んで、京屋へ奉公し、不現像を引き換える檻を狙いました。 今屋の主人全八は、お隅のお鈴の可憐な美しさに心を惹かれて、極彩色の不現像を返す約束で、無抵なことを言い寄りましたが、いざとなると、極彩色の不現像を死んで、渡してくれそうもありません。お隅のお鈴は、たまにかねて兄と打ち合わせ、ある晩、極彩色の不現像を盗んで逃げ出したところを、主人の全八に追われ、逃げ場を失って、大川へ、 飛び込んでしまったのでした。そのあたりの事情は、全八もお鈴も死んでしまって、はっきりしたことはわかりませんが、お鈴の態度や、全八の気風から判じて、恐ろしい悲劇にまで盛り上げられたことは、疑いもなかったのです。妹が死んで三日目、足は下南に住み込みました。極彩式の仏像と、白木の仏像を変えて、 親父の遺言を果たせば、それでいいわけですが、馬鹿なふりをして様子を見ていると、妹を殺したのは、やはりあの、前八の仕業だったことが分かってきました。あの、親孝行の妹は、親父の遺言を守って、野沢卓道の名を怪我したくないばかりに、自分というものを投げ出してしまったのです。城太郎は泣いておりました。 墓の前の土が、ほとほとと、音のするほど、しばらくは、涙の顔もあげません。長い間、中夫婦で、身動きもできない父親を、適突に看病して、散々の貧乏と苦労を舐めた妹は、たった一日も、若い娘らしい、晴れ晴れした気持ちがなかったでしょう。本当に、かわいそうな妹。その妹の仇を打ったのか。 悪いことでしょうか、親分。国際式の仏像は、親父の遺言,言通り、白木と書いておきました。死んでしまった妹の命は、通してくれるでしょう。近々と響く潮なりの中に、上太郎の島岸のお越が断続するのです。平次も、ガラッパチも、しばらくは黙っておりました。よし。 わかった。幸いの闇。俺は何にも見なかった。お前の顔も姿も。そして、このまま江戸へ引っ返そう。お前も、どこかへ消えてなくなるがいい。俺の前へ、二度と現れないようにしてくれ。上太郎でも、島吉でも、俺は縛らずに置くわけにはいかない。いいかほやぶさあ、帰ろうか、八。夜道を少しでも引っ返して、藤沢たりで。 となるとしよ。う。イジはチリ打ち払って立ち上がりました。大地にくぞわれて、ひたなく黒い影を後に、その後ろに従うガラッパチも、今晩ばかりは、無駄口を叩く気力もありません。いつもご視聴ありがとうございます。ゼネガタ平ヘイ取り物控え、物師の娘。 これにて読み終わりでございます。来週は父の遺書をお届けいたします。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。野村古道作。ゼ平次兵士取物控え。人情寒類編より。父の遺書。 一。おはよう。ガラッパチの八五郎は尋常な挨拶をして、つしみ深く入ってくると、おしずのくんで出したぬるい茶を、お薬湯のようにおしいただいて、二口三口せす,すりながら、上目遣いにあたりを見回すのでした。どうした、八。体操、ご用意が良いようだが、何か変わったことでもあったのかい銭形平次は縁側に寝そべったまま。 冬の日向を楽しんでおりましたが、ガラッパチのもっともらしい顔を見ると、いたずらっ気がこみ上げてくる様子で、頬杖をついた顔をこちらへねじむけました。とんでもありませんよ。ほんのちょいとしたことで。そうじゃあるまい。何かお前思い込んでいるだろう。借金取りに追っかけられるとか、義理が悪い昔なじみにとっちめられたとか。そんなことじゃありません。だって、急に立ち振る舞いが小る原流になったり、 ひざっこがはみ出してるくせに、日本一の鹿詰らしい顔をしたり、お前、よほど当てているんだろう。なにほんのちょいとしたことがあっただけですよ。なんだそのちょいとしたことってのは。気になるぜ、八。実はね、親分。恐ろしく突き詰めた顔をするじゃないが、なんだい。支えの持つが、身の間の親分に縛られたんですよ。それは当時、両国の水茶屋の着身女の中でも、 番付に乗る人気者で、ガラッパチの八五郎も、一時は夢中になって、毎日通った相手だったのです。何か悪い客の巻き添えにでもなったのが、そんなことなら心配しませんがね、人殺しの疑いがかかったんだそうで、人殺し親御はまだ聞きませんか昨、うん、べ平門町の貸しっぱで、ロリ者の殺された話を、聞いたよ、福井町の、 ジョー・ダンザブローという評判の良くない浪人者が脇差しで胸をつかれて死んでいたんだってね。恐ろしく腕のできる浪人者だと言うじゃないか。着身女や森っ子には殺せねえよ。ところが、宮野万首長屋本はお松を縛ったんで。もっとも、お松は悪いものを持っていました。何を持っていたんだギアマンの懐鏡。こいつは男のくせにオシャレだった。 ジョー・ダンザブローの自慢の品だったんで。うん。今朝、友達に見せているところ、運悪くジョー・ダンザブロー殺しの下手人探しに来ている、岡倉の聖吉に見られてしまったんです。怪しい品なら、岡っ引きの見る前で出すはずはないじゃないが。平氏はさすがに気がつきます。ところ、岡倉の聖吉が、そのギアマンの懐鏡をどこから出した、もらったらもらったでよいが、 相手を家へと責めたが、お松はどうしても言わねえ。その懐鏡をくれた相手に真中立てをしているんだろう。お松を張るのは無駄だよ、恥。いい加減にして、様子がいい。そんなつもりじゃありませんよ。あしは、お松を助けようとも、なんとも思っちゃおりません。ただ、親分が聞くから、ちょいと話しただけで。ガラッパチは、急に固くなりました。そうか、そんな遠慮があるから、 小笠原流で番茶なんか飲んで、恐ろしく突き詰めた顔をしているんだな。いつもの八五郎なら、大変大変と、大変のつき物がしたように飛び込むところだ。ほやくん。ええよ、行ってみるよ。今日俺の方から出かけて行って、小松の縄を解いてやろう。もっとも縄を解いても、小松はお前のところへ転げ込まないよ。ほやくん。あしよ、小松のことなんか何とも思っちゃいませんよ。ただ、この一年ばかり。 毎日のように顔を見て、お茶を汲んでくれた相手だから。毎日行ったのかえ本当に。いい。面目次第もありません。馬鹿だな。平次はそう言いながらも、立ち上がって支度しました。二。平文町の現場に行ったのは、もう日が傾きかけてから。死骸も取り片付け、現場も吐ききめて、そこにはもう、 何の手がかりも残ってはいません。本来ならもう少し早く覗いておくべきですが、宮野万七が乗り出したと聞いて、引っ込み事案の平次が顔を出さずにいるうちに、事件は急進展して、八五郎の嘆きを見ることになったのです。近所の噂や八五郎の見分したことを総合すると、夕べ四つ半、午後十一時過ぎ、町内の夜行帰りが二三人、 無駄話をしながら通ると、平門町の路地の奥、町の者が船着き場にしている形ばかりの桟橋の手前に、何やら倒れているものがあったのです。少し遅い月がようやく過信を照らし始めた頃で、うっかり知らずに通るところでしたが、そのうちの一人がつまずきそうになって悲鳴を上げ、それから大騒ぎが始まりました。明かりで見ると、倒れているのは十五六の老人者で、 あとでそれは福井町に住んでいるジョー・ダンザブローと知れましたが、脇差しで左の胸を深々と刺され、切っ先がしらじらと背に突き抜けたまま、横た押しになってこと切れておりました。脇差しを抜かずにあるので大した血は流れませんが、鞘はそのあたりに見当たりません。変わっているのは死骸の下半身がぐっしょり濡れていたことで、 川から這い上がったところをやられたとしか思えませんが、南の立派な老人者が夜の大川へどんな目的で入ったかは見当もつかなかったのです。履物は平時は近所の人に聞きました。飛果たしでしたよ。刀の鞘と一緒に流れたのかなアジ、人足を頼んで川を漁ってくれ。武家の履物の揃ったのと脇差しの鞘があるだろう。へ 八五郎は心得て飛んで行きます。その間に平次は小舟を出させて、石垣の具合から三橋の様子を眺めましたが、石垣には何の異常もなく、ただ一箇所、三橋の板を縛った縄がほどけたのを、素人在庫で結び直したところが目についただけです。石垣の間に何か隠してあったんですか、親分。八五郎はもう帰ってきました。いや、そんなものはないよ。 石垣が一つでも緩んでいて、中に染料箱でも隠してあると面白いんだが、近頃修復したばかりで何の細工もないところを見ると、上段三郎はわざと川へ入ったのではないかもしれない。すると、わからないな。とにかくもう少し丘をあさってみよう。そこから平次と八五郎は福井町の上段三郎の老宅へ行ってみました。老宅といってもなかなかの構えで、 留守は若い綺麗な下女とばあやの二人。おさのにおくらと言って、おばめえ同士が奉公していると言いますが、おさのの方はダンザブローの目かけだったという近所の噂が本当でしょう。疑えば疑える二人でしたが、おりよくよいから近所の話好きの老婆が来て、二人とも一寸も家を開けず。二。平門町の現場に行ったのは、もう日が傾きかけてから。 死骸も取り片付け、現場も吐き清めて、そこにはもう何の手がかりも残ってはいません。本来ならもう少し早く覗いておくべきですが、宮野万七が乗り出したと聞いて、引っ込み事案の平次が顔を出さずにいるうちに、事件は急進展して、八五郎の嘆きを見ることになったのです。近所の噂や八五郎の見分したことを総合すると、夕べ四半、午後十一時過ぎ、 町内の夜行帰りが二三人、無駄話をしながら通ると、平門町の路地の奥、町の者が船着き場にしている形ばかりの桟橋の手前に、何やら倒れているものがあったのです。少し遅い月がようやく過信を照らし始めた頃で、うっかり知らずに通るところでしたが、そのうちの一人がつまずきそうになって悲鳴を上げ、それから大騒ぎが始まりました。明かりで見ると、 倒れているのは三十五六の老人者で、後でそれは福井町に住んでいる上段三郎と知れましたが、脇差しで左の胸を深々と刺され、切っ先がしらじらと背に突き抜けたまま、横倒しになってこと切れておりました。脇差しを抜かずにあるので大した血は流れませんが、鞘はそのあたりに見当たりません。変わっているのは死骸の下半身が、 ぐっしょり濡れていたことで、川から這い上がったところをやられたとしか思えませんが、南の立派な老人者が夜の大川へどんな目的で入ったかは検討もつかなかったのです。履き物は平次は近所の人に聞きました。飛び果たしでしたよ。刀のさえと一緒に流れたのかなアジ、人足を頼んで川を漁ってくれ。 武家の履物の揃ったのと、脇差しのさえがあるだろう。へっ八五郎は心得て飛んで行きます。その間に平次は小舟を出させて、石垣の具合から三橋の様子を眺めましたが、石垣には何の異常もなく、ただ一箇所、三橋の板を縛った縄がほどけたのを、素人在庫で結び直したところが目についただけです。石垣の間に何か隠してあったんですか親分。 八五郎はもう帰ってきました。いや、そんなものはないよ。石垣が一つでも緩んでいて、中に染料箱でも隠してあると面白いんだが。近頃修復したばかりで、何の細工もないところを見ると、上段三郎はわざと川へ入ったのではないかもしれない。するとわからないな。とにかく、もう少し丘をあさってみよう。そこから平治と八五郎は、 福井町の女王ダンザ段三郎の老宅へ行ってみました。老宅と言ってもなかなかの構えで、留守は若い綺麗な下女とばあやの二人、おさのにおくらと言って、おば名同士が奉公していると言いますが、おさのの方は段三郎のけだったという近所の噂が本当でしょう。疑えば疑える二人でしたが、おりよくよいから近所の話好きの老婆が来て、二人とも一寸も家を開けず、 二。平門町の現場に行ったのは、もう日が傾きかけてから、死骸も取り片付け、現場も吐き清めて、そこにはもう何の手がかりも残ってはいません。本来ならもう少し早く覗いておくべきですが、宮野万七が乗り出したと聞いて、引っ込み事案の平次が顔を出さずにいるうちに、事件は急進展して、八五郎の嘆きを見ることになったのです。近所の噂や、 八五郎の見分したことを総合すると、夕べ四つ半、午後十一時過ぎ、町内の夜行帰りが二三人、無駄話をしながら通ると、平門町の路地の奥、町の者が船着き場にしている形ばかりの桟橋の手前に、何やら倒れているものがあったのです。少し遅い月がようやく過信を照らし始めた頃で、うっかり知らずに通るところでした。 三。はじ、気がついたか何です親分。平イは往来へ出ると、こんなことを言うのでした。あの家の中は、金星の品だらけじゃないか。ジョーという浪人者は、長崎あたりにいたんじゃあるまいが、打者やギアマンや、サラサや、ラキザイクがいっぱいだ。抜けにでも扱わなきゃ、あんな品が、ふんだんに手に入るわけはないよ。それが、どんなことになるでしょう、親分。俺にもわからないが、 ジョー・ダンザブローが恨んでいたという、高木・イサナという人に会ってみよう。そこから、安倍川町営のして、高木・イサナと聞くと、すぐにわかりました。路地を入って奥の奥に置き忘れたようなひどい家で、ジョー・ダンザブローの豪勢な暮らしと、あまりにひどい違いようで、ゼリガタ兵士も目を見張ったほどです。案内を請うまでもなく、破れた障子から中は見通し、 大病人らしい父親を看護していた若い娘が、客の姿を見ると、いそいそと立って、格子を開けてくれました。町方の御用を務める平治と申す者ですが、悔い帳の上段三郎さんのことについて、ちょいとお話を受けたまりたいことがございますが、平治の態度は陰銀でした。あの、父は長い間わっておりますが、娘は途方に暮れた様子です。 みなりは気の毒なほど粗末ですが、十七八の美しい娘で、あどけなくかわいらしいうちにも、武家の出らしい品の良さが好感を持たせます。これ、げの。お上の御用を承る方ならお通しもすがよい。無茶苦しいところだが。破れたからかみ一重を隔てて、主人の伊佐奈は声をかけました。ひどい席に悩まされて、 そういう声も途切れがちです。では、あの、父はお話なんかしますと、すぐ疲れますが。娘、重野のは目を上げて、救いを求むように平時を見上げながら道を開きました。ごめんください。ご病気のところを飛んだお邪魔をしますが、実は福井町の上段三郎様が、夕べ平山町で殺されましたので。うん。主人、 高木伊佐奈の驚きは大げさでした。見る影もなくやつれ果てて、明日も知れぬ命と見えた大病人が、半身を置き直るように枕の上に乗り出したのです。旦那はご存知でしょうな、ジョーという人。よく知っている。天罰だな。高木伊佐奈は疲れ果てた様子で、がくりと枕の上に頬を落としました。熱っぽい匂いが部屋中にこもって、 むっと鼻を打ちますそのジョー・ダンザブローという人が生きている頃、旦那様をひどく恨んで、出会い次第、打ち果たすと言っていたそうですが、ご存知でしょうな。よく知っている。が、私がこの体感で寝ているのに、幾度もやってきて、無礼なことをしたやつだ。何の丈夫でさえあれば、ジョー・ダンザブローごときに、後ろを見せる拙者ではないが。高木さなは、 そう言いかけて笑うのです。ぽーっと頬のあたりに熱が上がって、半分咳込みながらの話は聞いている方が痛々しくなります。差し支えがなかったらその被災を明かしちゃあくださいませんか嫌だと言っても聞かずには帰るまい。お上の御用とあらば何事も打ち明けるのが道だが、虎視のお名前だけは勘弁していただきたい。 実は、拙者と、ジョー・ダンザブローは、九州の猿大半に仕えて、外国船の出入りを取り締まっていたことがある。高木伊佐奈は苦しい息を継ぎながら、この長物語を続けました。それによれば、ジョー・ダンザブローと高木伊佐奈の二人、藩主の命令で、港の役所に出張り外国人や、外国船の取り締まりをしているうち、ジョー・ダンザブローは悪い商人と結託し、 手広く抜けに、密貿易の取引をを始め、暴利っていることが分かりました。抜けには厳重な国金で、万一幕府に藩の役人がそんなことに関係していると知れたら、どんな咎めを受けるかもしれず、高木さなは一人心を痛めて、いろいろ同僚の上段三郎に忠告し、その反省を促しましたが、何としても聞き入れず、そのうちに、 いつの間にやら、反重役の耳に入って、上段三郎は、長野糸間になってしまいました。それは今から三年前のことです。毒に離れた上段三郎は、自分の悪事を棚にあげ、国を追われたのを、事情を知っている高木伊佐奈の残言に相違ないと信じ込み、八方を手を尽くして落とし入れ、その結果、続いて高木伊佐奈も長野糸間になり、流れ流れて二人は、同じ江戸の、 しかも、隣町に住んでいることを発見したのでした。かような始末ではござる。死死を無打つようで心苦しいが、申さなければ、帰って疑惑を増すであろう。高木様は、ようやくこれだけのことを話し終わって、疲れ果てた顔を枕にうずめました。もう一つ、上段三郎様は、今までの間に何か仕掛けるとか、付け狙うとか、 変な装備はなかったでしょうか平次は静かに聞き返します。あった。たびたび、この老宅を襲ったが、病中でもあり、私の方で避けて相手にしなかった。高木さなは寂しく笑います。やつれ果ててはおりますが、分別者らしい品の良い顔で、熱を持った目も聡明そうに輝きます。お子様は、お嬢様お一人で 平次は最後の問いを投げて、じっと高木伊佐の病気にやつれた顔を見つめました。いや、せいがれが一人あるが、どちらにおいででしょう。切り染まることがあって、親類に預けてある。ご親類とおっしゃると。牛米、お南土町の川西玄太殿。高木伊佐はこれだけ言うのが精一杯です。何か容易ならぬ。 心の苦悩がありそうです。良い加減に切り上げて、路地の外まで出ると、後ろからバタバタと追ってきたのは、娘の重野でした。あの、もしお嬢さん、何かご用で平イは、わだかまりのない調子で向かいます。父は、あの通りの容態で、寝返りも自由にはなりません。よくわかりましたよ、お嬢さん。 あの容態じゃ、どう間違っても、外へ出られるはずはありません。ご安心なさいまし。ありがとうございます。茂野は、つつましく目礼して、自宅の方へ引き返しました。よい、娘ですね、親分。ガラっパチは、しばらくその後ろ姿を見送ってから、思い出したように、こう言うのでした。お待つとどうだお月様とすっぽんで、育ちが違いますよ。すっぽんは食いつくと、 雷が鳴るまで離れないというぜ。気をつけるがいい。食いついちゃくれませんよ。情けないことを言うな。そういえば、お松はどうなったでしょうすっぽんでも亀の子でも縛られちゃかわいそうじゃありませんか。そうそう。お松の名をほどいてやるのが目当てだったね。だが、あいつは心配しなくてもいいよ。今頃は多分許されているだろう。今日の間に合わなくても、明日はきっと許される。この発見は間違いもなく当たるよ。 お松と仲のいい男は一体誰なんだお松が命にかけてもかばってやろうというのは。八五郎を覗いてたよ。へえ、足を覗いてと来ましたね。おえもんの前だわ。足を覗けば、まず門前町のときじでしょうな。そうか、ときじか。なるほど。あれなら恋きれ欲が深そうで、ぴたりと柄にはまるよ。なあ、八。お松はそのギアマンの懐鏡をときじにもらったのさ。 時事ジは多分、平文町の路地で拾ったんだろう。でなきゃ、死骸の懐から抜いたのかな下手人じゃないとも。自分で殺した死骸から抜いたのなら、その晩のうちにお松にやるはずもないし、第一、時事不在に、ジョー・ダンザブローは殺せないよ。あれは、容易ならぬ使い手だ。それじゃ下手人はやっぱり、高木久野という浪人でしょうか。随分、いろいろの毛病使いも見たが、あいつは念入りですね。 ガラッパチは、後ろの老宅を刺します。いや、あれは毛病や偽わずらいではない。どんな辛抱の良い人間でも。一年も毛病を続けられるものじゃない。それに、あれは老害もよっぽど重い方らしいじゃないか。すると、高木様は何も知らないわけですね。いや、知っている。確かに下手人を知っているに違いない。上ョー・ダンザブロウが殺されたと聞いた時の驚きをは大変だった。 その化身は誰でしょうそれはわからないが、俺はその朝、お南戸町の川主玄太という人の家へ行ってみようと思う。お前は特事に会ってみてくれないかお松は一晩くらい、晩所で救命させるもよかろう。浮気の無償じになるぜ。ひい。それから念のために、この近所の衆に、夕べ高木伊佐野の家に出入りしたものはないか聞いてみよう。平時のこの注意は最も至極でした。 だ、予想の通り、高木さなは、この一年越し、外へ出たこともなく、せがれの慶太郎の姿も、半年余り見えず、たまたま外へ出るのは、娘、しげののこがいものやら、薬取りやら、七夜がよいやらの姿だけ、ということでした。しげのの評判は大変なもので、安倍川町の高校娘で通ります。昨夜も、父親の容体が悪かったらしく、二度までも、あたふたと、 平門町の医者に薬取りに行ったのを見たというものがあります。四小南戸町の川主玄太というのは町道場の主ですぐわかりました。高木慶太郎と名指しで尋ねると、道場の入り口に現れたのは二十歳前後の簡達な青年武士で、 これは妹のシエのによく似た、見るから気持ちの良い爽やかな若者です。兵士が、ジョー・ダンザブローの殺されたことを言うと、それが惜しいことをした。もう少し生きていたら、この俺がやっつけるのだったが。もっとも、今までも二三度でっくわし、一度などは抜き合わせるところまで行ったが、人に止められて物分かりになったこともあるよ。それが知れて、父上からうんと叱られ、感動同様に、 この道場に預けられているんだ。何のわだかまりもなく、こんなことを言う、慶太郎だったのです。佐久屋は、どこにおいででした平時は、気を引いてみました。悔しいが、平門町へは行かない。兵所の臨行で、四つまでは、立つこともできなかった。では、もう一つ伺いますが、高木様のお使いしたのは、どこのご飯でそれは、言わないことになっているんだ。大村藩でございましょうね。 それとも平戸、鍋島いや、とんだお邪魔いたしました。安倍課長の父上様は重滞ですよ。上段三郎が王子した上は、ご遠慮には及びません。お見舞いにいらっしゃい。さが、それはありがとう。平次は、そこからまっすぐに、久保町の大村丹後の神屋敷に飛んで行ったことは言うまでもありません。慶太郎のあけっぱなしな顔には、そう書いてあったのです。用人に会って聞くと、 何の隠すところもなく言ってくれました「上段三郎というのはいかにも三年前不都合のことがあって追放したにそういない」「高木勇は自分で身を引いたという方がよかろう」「惜しい武士であったが」「それから念のために申しておくが上段三郎は犬畜生にも劣ったやつでいまだに何かとしかに迷惑をあいかけ時々ゆすりがましいことを申してくるため」 家中の若侍は、今度参ったら、一刀両断にしてやると、意気込んでいるありさまじゃ。人手にかかって相果てたのも、天罰というものであろう。こう聞くと、上段三郎の下手人を探すのが嫌になります。神田の家へ帰ってくると、ガラッパチの八五郎は、あくびをしたり、鼻歌を歌ったり、粉煙草をせせったり、退屈のつきものがしたような顔で待っておりました。 親分、お察しの通り、天眼通だ。路地に平時の姿を見ると、もうこれです。なんだ、想像し、近所の衆がびっくりするじゃないか。ともね、こいつは全く、兜を脱ぎましたよ。親分の言ったことが、一部一輪がわず当たったんだ。お松はあのギアマンの鏡を、時事じの野郎にもらったに相いなく、時事はあれを平門町の路地で拾ったと言っていたが、二三十ひったたかれると、もなく恐れ入ってしまいましたよ。 死骸の懐から抜いたんだろう。その通り。それも念入りに、引き潮の川へ落ちていた死骸を引き上げて、その懐から抜いたというじゃありませんか。っきれかえって、お松も愛想を尽かしていましたぜ。よく死骸が見つかったね。夜鶴に行こうかしら。と、桟橋の上に立って潮の具合を見ていると、ちょうど月が上がってきたんですって。見るともなく見ると、足元の石垣の下に、 半分水に浸かって人間が怒っ,っている。怪我で落ちたものと思い込んで引き上げてみると、胸に脇差しが突っ立って息が絶えていたんだそうで。肝を潰して逃げかけたが、あの野郎欲張っているから、恐る恐る引っ返して懐へ手を入れてみた。何があったんだところ鏡が一つと、鉱木と、トンボ玉と、なんとかいう茶入れが一つ。それに、金が小判で350両。 恐ろしく思っていたんだな。陶キ寺の野郎、猫馬場を決めて、ふところ鏡一つで、お松の木を引こうなどは、不定良犬じゃありませんかな、ま、怒るな、恥。それより、脇差しのサヤと、段三郎の履物は見つかったのか鞘は両国で、履物は、あの三橋の下の泥の中で見つかりましたよ。よしよし。それで大方剣とはついた。これから、お船番所へ行くが、お前も、一緒に行ってくれるか どこまでも行きますよ。平時は、そこからすぐ、豊見橋の船番所に飛び、船手役人の助力で、大川筋いっぱいに調べました。五。大川筋の船。大きいのは五百石。戦国済みから小さいのは釣り船、チョキ船に至るまで、しらみつぶしに調べ上げられた結果、 抜け荷を積んだ船が一層発見されました。先導は海賊銀太という顔の通った男。取引した何万物を持って大阪、名古屋、江戸と諸国の港を渡り、それを金に変えておびたらしい金銀を設けていたのです。平時の注意で、一方、町方の手は福井町の城ブ三郎の家を探し、そこにおびたらしい金製品を隠してあるのを発見した上、 さらに、徳良十兵衛を捕らえて調べると、これも、ジョー・ダンザブローや、海賊・銀太の仲間で、国金を犯して、おいたらしい抜け荷をさばいていることがわかりました。早分、抜け荷の調べはいい加減にして、ジョー・ダンザブロウ殺しをあげちゃあどうですガラッパチがそんなことを言い出したのは、抜け荷謙虚騒,騒ぎから、五六日経ってからでした。いいよ、今にわかるよ。何がわかるんです、親分。 段三郎殺しの下手人が分かる事説があるのだよ。ええそのうちに暮れになりますよ借金やるまいし、こんなことに盆も暮れも関係があるものか。そんなことを言っているところへ、安倍川町の高木さなの娘、茂野が目を泣き荒らしたまま訪ねてきました。おう、どうしました、お嬢さん。父が亡くなりました。それは、それは、お気の毒な。 いつ亡くなったんで三日前でございます。昨日、弔いを済ませて、早速参りました。父が死ぬ時、これを一日も早く親分に渡すようにと申しましたので。シ野はそう言って、小風呂敷の中から丁寧に包んだ一風の手紙を取り出し、平時の膝の前に押しやるのでした。それはわざわざ恐れ入りました。早速、拝見します。 押しいただいて平次は静かに封を切って読み下しました。ほんの二三行の病人らしい苦悩に歪んだ文字にどんな意味があったか平次は静かに畳み直して。ありがとう、お嬢さん。これでよくわかりました。眉も動かさずに言うのです。娘、重野のが寂しく帰った後で、ガラっパチは飛びつくように聞きました。何がわかったんです、親分。 その手紙に何が書いてあったんです見るがいい。この通りだ。平治の出した手紙というのは、藩紙に書いた字がたった三行。上段三郎打ったるは祝縁を果たすため、この高木さなの仕業にそう言いこれなく、聖言、まつりろう。とだけ、それも乱れた筆跡で、平治の助けがなくては、ガラッパチにはとても読めません。今堀。 あの病人ですかねへえ<ー>。ガラッパチはすっかり感服しております。嘘だよ、ハえこの医者は嘘だよ。あの病人が死ぬ二三日前に入らして、平門町まで行って人を殺せるわけはない。高木勇という人は死ぬまで本当の下手人をかばっているのだ。すると、下手人はあのせがれの慶太郎とかいう若侍ですかいや。 慶太郎はあの晩兵書の臨行の漢字をやっている。一歩も出なかった。そうとわからないが、恥。ええ。あの娘だよ。重野という。今ここへ来た娘だよ。兵士の言葉はあまりにも予想外です。そんなバカなことがあるものですか私を担ぐつもりでしょお前を担いでもしようがあるまい。でも、あんな可愛らしい娘が。可愛らしくったって。 重病の父親を幾度も幾度も襲いかけた悪者を、兄がそのために命をかけて争おうとした恩敵、主家大村丹後の神様までゆする太い悪党、それを討ち取るために精一杯の知恵を絞ったところで不思議はあるまい。へえ。高木佐野という人がせがれを感動したのも、災いの我が子に及ぶのを恐れたためだろう。万一、上段座ダンと命のやりとりをして、 勝てはいいが、負けては取り返しがつかない。それに、慶太郎は恐ろしく一本上司な若者だし、相手の上段三郎はすごい腕前だ。せがれを遠ざけるに越したことはないと思って、牛込の親類へ預けた。そのすごい腕前の敵を、小娘の茂野はどうして殺したでしょう何でもないことさ。上段三郎が抜け荷を扱っていることを、茂野が知っていたかもしれない。それに、 平門町の路地の入り口には、父親が見てもらっている医者の関西がいる。近所の州は、あの晩茂野は、二度も薬取りに出たと言ったじゃないか。あの晩茂野が、薬取りに行ったついでに覗いてみると、上段三郎が三橋を渡って、海賊銀太の橋家に乗った。話し声ですぐ帰ると分かったとしたら、茂野はどうするだろう。家へ帰って、脇差しを持って、 また飛び出したんだろう。平門町へ行ってみると、まだ地獄があったから、三橋の板を一枚外して待った。板を祝えた名をほどいて、踏めばすぐ外れるようにしておいたんだろう。抜け荷の取引を済ませて帰ってきた段三郎は、いっぱい期限で三橋へかかると、しびよく、茂野のの仕掛けた罠に落ちて、板を踏み外した。物陰に隠れていた、茂野のの脇差しが、 そこをついて出たとしたら、娘の細腕でも背後へ突き抜けるわけではないかうーん。ガラッパチは唸りました。あまりにも明らかな推理です。ジョー・ダンザブローは真の像を刺されて、声も立てずに川へ落ちると、シゲノは一度外した仕掛けの板を元通り結んでおいた。恐ろしく落ち着いた娘だが、悲しいことにしろうとの、それも小娘の手では、 本当の縄の結びようができない。板を縛った縄の結び目と、背後へ突き抜けた脇差しを捨てて逃げたのと、泥の中に深く入った履き物と、そんなものが揃うと、あの晩二度まで薬取りに出た茂野が怪しくなるではないか。わかりました。それで、この先どうするんです親分、ン。あの娘を縛るんですかかわいそうに。どうもしないよ。 こんな証拠じゃ人は縛れない。みんな、俺の夢物語だよ。ジョー・ダンザブロを殺した下手人は、やはり、高木なさ・イサナそれでいいじゃないか。親心を無にしちゃいけない。俺はこの手紙を、八丁堀の笹野の旦那にお目にかけるよ。お松と時時のことが気になるというのか諦めるがいい。お松はあんなにまでして、時時をかばっているじゃないか。 ときじは死骸の懐を探るようなケチな野郎さ。八五郎さんのさやての相手になるものが、お前にはもっと結構な娘を見つけてやるよ。あの、し野さんのような。なあ、恥。平次はそう言って、ごろりと横になりました。相変わらず日向でタバコの煙を輪に吹いて、暮れの近づくのも知らぬ、のんきな顔です。 野村古道作。ゼニ型兵士取物控え。人情、寒類編より。親子巡礼。一。あじ、あれに気がついたが。両国橋の設計、東から渡りかけて、兵士はぴたりと足を止めました。日が落ちると春の夕風が身に染みて、 あたりの景色もなんとなくサムとなりますが、橋の上の往来は次第に茂くなって、平次と八五郎が欄干にもたれて水肌を見入っているのを、うさんな目で見る人が多くなりました。セット残しでしょさっきから三足目の注文ですが、いい働きですね。お前も一つやってみる気になったがありがたいことに、これでも旦那寺に人別はありますよ。 セッタ直しじゃ不足だというのがバジのあたった野郎だ。見ていると、セッタ直しの合間合間に往来の人から手紙を受け取ったり、ところから手紙を出したりしているだろう。セッタ直しの片手間に使い屋にも頼めねえ文を預かっているんだね。細くねえ商法じゃねえか。両国の橋のたもとのセッタ直しが、おたものや水茶屋の姉さんたちの文の受け渡しをして、とんだ甘い汁を吸っていようとは。 銭形平時も思い及ばなかったのです。せった直しというのは、アミガサをかぶったジームさえ男が多いのですが、これは若くていきれ、何かの弾みに顔を上げるのを見ると、アミガサの下の顔は278、苦みは知ったいい男でさえあります。声をかけてみましょうか。八五郎は相変わらず好奇心で8切れそうです。待ちなよ。 脅かすと鳥が立つ。へえ。ゼリの他に膝の下に真鍮の花形になった変なものを持っているだろう。もう暗くなるから店をしまうにちげねえ。お前はそっと後をつけて行ってみるがいい。やってみましょう。橋のたもとに隠れて、セッタ直しが店を片付けるのを待って、八五郎がその後をつけて行ったことは言うまでもありません。その頃になると思う、 橋の上にも橋の外にもさすがに陣立て広げているものもなく歌いを歌っていた浪人者も歯磨きを売っていた刃抜きもほらの貝を着立てていた修験者も姿を隠して橋は母食のうちに静かに暮れていきますその晩四つ午後十時少し前八五郎は世にも哀れな姿で明神下の平治の家へ飛び込んできました ああ面目、白いもないが親分などと、ぬれねずみになった姿を、上がりが町ちに這い上がって、少し酔っているようでもあります。どうした、八二つ三つ、背中をどやしつけてやろうか肘は、所持を押しげて、その手たらくを明かりに透かしながら、広く不機嫌そうです。いやもう、それには追いませんよ。それとも、井戸端へ連れて行って、鶴瓶で二三杯ご馳走しようか もういけません。水も酒もお断りだ。お蔵前で散々飲んだが、大川の水はあまり結構じゃねえ。あんな野郎だ。せっかくつけさした、せった直しはどうしたんだ。そのことですよ、親分。両国を渡って、お蔵前までつけていくと、あの野郎、いきなり足を止めて、ちょいと親分、と声をかけるじゃありませんか。うん。どうせ、勘づかれたもんならしようがねえ、と処理を据えて、 なんだわけえのと、やり返すと。じってのガ首が懐からはみ出しているのはあいきでいい。同じつけてくださるなら話しながら行こうじゃありませんか。退屈しなくってとんだ助かる。ってやがる。ひと食った野郎だな。それから、あのセット直しの言うことには駒形様の門前になじみの土壌汁があるから付き合っちゃくれませんか。腹を減らして。 誰も待っていてくれないお屋敷へ帰るなんざ知恵がなさすぎるし、親分の方にお調べがあるなら、こういっぱい、きゅーっとやりながら、受け止まろうじゃありませんか。あっしと一緒に飲むのが嫌だとおっしゃるなら、全だけ別にして、せねか合わせでやることにしましょう。お役人に、かすくせえ酒をおごっちゃ、あっしも仲間にすまないし、親分だって、じってのくびに、あい、すまねえことになるでしょう。と、こうだ。勇た届いたことだな。 それから、二人で始めましたよ。下地は好きなり、魚医はよしと来ましたね。あの野郎と背中合わせになって、天での調子から飲むほどに、浴びるほどに、土壌汁が来た時は、もう大へびれけ。頼りない野郎だな。それでも、役目の方は忘れませんや。根、ね、掘り葉掘り聞くと、あの野郎、山の宿の三軒長屋で、留吉といえば、知らないもののない男ですってね。 お調べの筋は何ですか知らないが、接ッを直す他には、ゲ当トのない男でござんす。うちへ帰ったって、女房も子供もなく、連れ添うのは自分の膝小僧ばかり。毎日儲けただけずつ飲んでしまって、明日のことは考えないことにしているし、こうですよ。あの手紙の取り次ぎと、手紙と一緒に見せた心中の札は何だったか、聞かなかったのか。聞きましたよ。恐ろしく念入りに。 すると、セッタのしだけじゃ暮らしの足しにも飲み代にもならないから、頼まれて人様の手紙を取り継いでいるが、数多いことで、いちいち顔を覚えちゃいない。そこで飾り屋に頼んで、心中の迷子札のようなものを打たせ、番号をつけて、それを一緒に見せてもらうことにしている。番号を合わせて手紙を渡さないと、八兵衛さんの勘定書きが六兵衛さんへ行ったり、お三つ坊の恋文が、 お花坊のところへ間違って行かないものでもない。とね。なるほど。それで一応は上がったが、それからどうしたんだそこまで聞けば、山の宿の家へ行ってみるまでもあるまいと、黒船町で別れて、ぶらりぶらりと引っ返すと、後ろからやってきた人間がすれ違いざま、足の襟紙に手をかけて、阿弥陀様に背負われたと思ったら、あっという間もなく、頭の上で二つ三つ、もんどり打たせられ、気のついたときは、 大川の水の水中に掘り込ままれていました岸から一軒も先へ飛び込んだからヒヤリとしただけで幸い怪我はなかったがバカ野郎誰がお前の怪我なんか気にしているんだヒー<え>あきれかえって物が言えねえ第一あの瀬待能試は山の宿の止め口なんかじゃないぜえっ親分はそれを知っていたんですか全分人変わりお前に後をつけさせてから八番始,始め 近所の衆に聞いたんだよ。なる。あの接待直しは三夜の皆松という男さ。訳があって自分から見落としてあんなことをしているんだとよ。訳けても、柔らは名人だそうで、お前のような学見のした人間を二人や三人大川へ放り込むのは屁でもない。よし、明日は両国へ行って、あの野郎をひどい目に合わせなきゃ。無駄だよ。当分両国橋のそばへも寄りつくものか。 うん、八五郎はいかにも口よしそうですがこの人への冒険は思いよくところなき大失敗です。2, 2翌日は平次と八五郎は山野の田んぼにネズミの巣のような身の松の家を訪ねましたが留守をしているので十六七の可愛らしい娘が一人。 何を尋ねても、一向に余りを得ません。ミノマツは、ミノマツはどうしたんだと、聞くと、昨日から帰ってきませんよ。昨日から帰ってきませんよ。と、答えるだけ。お前はミノマツの身寄りのものか。いえ、ね、娘は激しく頭を振ります。一人で留守番をしているのかおっ母さんは稼ぎに出ました。 稼ぎ問い詰められて、娘ははっと顔をあからめました。巡礼に出るんです。お前も出るんだろう。近頃評判になっている親子巡礼というのは、お前たちのことだったのか。評判と言われたのが、ひどく決まり悪かったのでしょう。娘はまた顔をあからめました。この娘が、鉄鋼規範に追いずるを背負って、万重傘に顔を隠したとしても、 その、そそたる姿や、青春の美しさが染み出るような護衛家の声や、ほのかに見える下半部の顔、分けても白くふくよかな顎の魅力が、江戸っ子の美の探求眼を免れるはずもなく、一部の間に早くも噂をばらまいていたのも、無理のないことでした。順例にも、いろいろお収支があるということだ。お前のところのお収支は何だい観音様。 娘の答えは素直で手軽でさえありました。もっとも山屋の田んぼ長屋に住む親子の巡礼では明らかに四杉の稼ぎでご収支などは大した重要なものではなかったでしょう。ところでお前たち富身の松はどういう引っかかりになっているんだ平氏は立ち入ったことを尋ねました。これがなかなかに厄介な問題を含んでいそうです。演習相良のもので、 土国というだけでございます。私と母が江戸へ出て、頼るところもなくて困っているのを引き取ってくれました。すっと直しを承知で、お前たちは一緒に住んでいるのかそれがどうして悪いでしょう。田舎にいるとき美の松さんは、村でも指折りの家柄の若旦那でした。なるほど。平氏は黙ってしまいました。それがいいことか悪いことか、おのぶの顔には自信と誇りが満ちて、 平治に文句も言わせない厳しさがあったのです。親分、帰りましょうか。八五郎は、この娘の品位に毛をされたものか、妙に尻込みをしております。一つだけ言っておくが、水松が帰ったら、忘れずに近所の番所へ届けておくんだぜ。いいか、少し調べたいことがあるから。はい。さあ、帰ろうか、八。おや、待ってくれ。平治は小戻りして、 門口に立ち止まりました。見ると、入り口のガタピシした板戸の上、ひさしの影になって容易に見えないところに異様なものが打ち付けてあるのです。それは、計一寸二三部の真中盤で、形は、形は四つ弁の梅の花、しべのところの模様は万字になっているという世にもかまった品でした。これは何だえまだ入り口に立っているおのぶに、平次は尋ねました。 観音様の古事の印ですよ。おう、そういえば。八五郎も思い当たりました。昨日両国橋で美の松に手紙を渡したのも、美の松から手紙を受け取ったものも、これと同じ真鍮の手形を持っていたことを思い出したのです。 この厄介な事件は、ひどく平治の神経を悩ませました。殺された者もないばかりでなく、この事件のために災難を受けた者は、大川に放り込まれた八五郎くらいのもので、何の変哲もない事件なのですが、その底に妙に煮え切らない者があって、平治をすっかり手こずらせてしまったのです。親分、三夜に三日張り込みましたよ。水松はまだ姿を見せませんが、 おしげとおのぶの親子はよく巡礼に出かけますよ。ついで行ってみたかい出入りに後をつけましたよ。一日は山夜から根岸へ出て、山下から池の端へ出ると、何を考えたか急に帰ってしまいましたよ。その時は母親一人でしたが、ごえいか上手な方か。恐ろしく下手くそで何かこう愚痴を言っているようでしたよ。不死なんざありはしません。文句はそれもちんぷんかんぷんで。 お前は顔を見られなかったのか見られたかもしれませんね。池の旗の捨て石の上で昼の支度をしているのを私はうっかり見ていたんです。すると、おしげは自分の額と胸と両方の肩を指で押さえて変な身振りをしましたが、少し離れて黙って見ている私の顔を見ると、慌てて立ち上がってさっさと山屋へ戻ってしまいましたよ。昼飯は食わずにか食わなかったようです。娘は 二日目に母親と二人で出かけましたが、あの巡礼姿の可愛らしさというものは。いい加減にしろよ、バカバカし。い。おのむの方のご栄華は聞き物でしたよ。この辺りへも時々年寄りのおばあさんが金を叩いて不らくを歌ってやってきますが、あれとは大変な違いですね。文句はそいつはわかりはしません。今度はその文句を覚えてきてくれ。それから巡礼は一軒一軒歩くのかとびとびですよ。 一丁内に二軒あったり三軒あったり。店作りの立派な家を寄るとかなんとか。間違いねえ。あまり金のありそうな家は寄らなかったようで。八五郎の報告はこれでざっと終わりました。俺の方は一向つまらなかったよ。平イはひどくがっかりしております。どこへ行ったんです親分は。八丁堀の組屋敷からお南の柿役まで一回りやってきたが。え 近頃、何かこう、うるさい泥棒がなかったか、妙な人寄せはなかったか、無本の匂いでもなかったか、そんなことを念入りに調べてもらったんだ。が、天下正室だな。今年になってから、は、ろくな巾着切りも出てこないよ。無本なんかあるわけはないし。女将の目をかすめて、妙なものを興業している野郎はありゃしませんか江戸は広いし、物好きな人間の数が多いから、山の手の立ちの悪い旗本屋敷には、 どうかすると、とんでもない見せ物なんか、公用しているそうですよ。財政的にも人格的にも、破産してしまった旗本には、自分の屋敷を爆地宿に貸したり、妙な女を大勢引き入れて、公然密会場所に提供したり、いかさまなゲートを見せたりして、小遣いを稼いでいる者も、ぽつぽつ現れてきているのでした。そんなものはあったところで、詮索するほどのことではあるまいよ。すると、 あの皆松の企んでいるのは何でしょうそいつがわからないから困るのだ。ともかく山夜のあの家から目を離すな。へい。それからもう一つ、皆松のところはめったに人が出入りしないが、妙なものが少し出入りしているようだ。その名前を聞き込んでおけ。へい。こいつは難しいことかもしれないが、おしげおのぼ親子が不だらくを歌って角に立った家をお前は一見のおらず知っているだろうな。 そう、と大概、覚えてるつもりですが、八五郎はおぼつかない首をひねるのでした。四巡礼親子の後を追って歩いている八五郎は、それっきり行方不明になってしまったことは、平時にとっても思い及ばぬ大異変でした。それから三日目の晩。 平治はいつにない無し苦くし,ゃした心持ちで、一人では滅多にやらない晩酌などつけさせ、ちょうど半分ほどやらかして、八頃を待つともなく、あとの半分を心長く絞っている時です。ザニ型の平治さんのお家はこちらで。いきなり格子に体をすり寄せて、こんなことを言うのは、まだ二十一里といったすごいほどの美しい女でした。おしろいの暑さ。 口紅の濃さ、闇を染めるような甘ったるい言葉、背がスラリとして身のこなしの線がなよなよとして、よりも悩ましき存在ですが、ドギつねが化けたのでないことは、誤輪の調子にも明らかです。どなた様でしょう平時が顎をしゃくると、女房のおしずは、いそいそと飛び出して、この四つ、午後十時過ぎの客を迎え入れました。 これを読んでくださいな。八五郎親分が。女は格子に絡まったまま何やら髪切れを差し出すのです。八五郎さんがどうかしたんでしょうかちょいと中へ通ってくださいませんかえー、そんなことをしていちゃ大急ぎなんですから。女にせき立てられて、お静はその髪切れを平時の前まで転げるように運びました。なんだ、八の手紙だ馬を引いてくるよりは。 この方がまだしも定裁はいいよ。少し酔っていた平次は、おしずが女から受け取ってきたしわくちゃの手紙を、それでも心せく様子で膝の上に押し広げました。何お急ぎ申し入れそロ、こ、相変わらず下手な字だぜ。だからたまには手習いもしておけって読んだ。男の恥になるぜ。早く読んであげてくださいな。八さんがどうかしたんじゃありませんか何何 足は、どこかに閉じ込められ、手足も縛られて、身動きもならぬありさまに騒動。場所はどこともわからず、異様な念仏の声が近々と聞こえ申し騒動。ようやく人の情けにて、右手の縄を緩めてもらい、紙と筆を手に入れて、この手紙を書き申し騒動。何とぞ、一刻も早く、親分の助けを。八五郎の手紙は、そこでぷつりと切れております。 おそらくその後へ、詳しく場所の検討でも書いたのを、むしり取られてしまった様子です。ハチさんが、どうかしましたか命が危ないかもしれないとよ。この手紙を持ってきた人はどこだ外で待っていますよ。よし、すぐ出かけるから、しばらく待ってもらってくれ。平時は、晩酌の酔いも覚めてしまって、手早く支度をしました。といったところで、慣れきっていいので。 実手を海中にぶち込んで、入り口に出るまでには、ほんのタバコ三服ほどの手間も取りません。あ、ちょっと待ってくださいな。大事な角でと見たから、おしずは火口箱を持って追っかけてきて、ちょんちょんと金を鳴らしました。大丈夫だよ。心配することはね。家の方はすぐお隣のおばさんを頼んでくるがいい。言い捨てて外へ。格子を閉めると、お風呂な春の夜の路地中に、 すらりとした若い女が悩ましくそれを待っているのでした。ご苦労ご苦労。さ、案内を頼むぜ。平次は女へ声をかけると。女は振り返ってにっこりしたようですが、非凡の美しさが嫁にも引き立って、黙って先に立つのも妙に不気味です。場所はどうなんだえ、お女中。と言っても、相手は町屋風の、 むしろ素人らしくない小びと生めかしさを持った女ですが、平次はこうでも呼びかける他はありません。ネギです。が、ネギ<岸>お手紙がそこで人に頼まれました。あの手紙には宛名がなかったはずだが、その人の口から聞きました。明人下の平次親分のところへ持って行くように、と。ありがとう。書いた人間はよくわかっているが、 どこかに閉じ込められているということだが、そこは一体どんなところなんだ平次は急ぎ足にギ口へと向かいながらも、少しの油断もなく女に問いかけるのです。泥棒の巣なんです。泥棒の巣女の答えは思いのほかでしたが、それっきり口をつぐんで、あとはもう何を聞いても言おうともしません。おぼろではあったが、いい月でした。 道が山下にかかると、女は時々振り返って、後からついていく平時の姿を確かめますが、それが狐のような臆病され、ひどく平時を苛立たせます。美しさは月の光の下に、ますます限界見を増して、これはいずれ、ただの人間ではあるまい、といった平時ほどの者の心にも迷いがさしました。あの、少し用事がありますが。 しばらく待ってくださいませんか女はとある路地の外に立ち止まりました。何かひどく言いにくそうです。おそらくこんなところに待たしてやる男でもいいのでしょう。お、いいとも。ほんのちょっとですから。言葉が終わらぬうちに女の姿は路地の闇にひらりと飛び込みました。それからしばらくの間、平時はタバコを吸い付けるさえ遠慮して、まじりまじりと待ちましたが、 いつまで経っても女は戻ってきそうもありません。しまった。平次が気のついたのはそのすぐ後でした。ここまでおびき出されてきて、まんまと女にまかれてしまったのです。明神下からここまで、平次を案内してきた女の態度を思い出しながら、ともかくも路地の中を一応調べてみましたが、そこは平次もよく知っているところで、人間一人隠れる隅もなく、 また、女が入って、油を売ってる場所などがあるはずもありません。女は、平時をおびき出して、明人下の留守宅へ、何か良かれぬことを企むのではあるまいか。と、一応は疑ってみましたが、八五郎の手紙が、孫う刀き真似であり、ここへ来るまで、分けても、明人下を出る頃の、女の態度の真剣さなどから考えて、あれは決して、 こしらえごとではないということだけはよくわかります。おそらく女は何かの事情で八五郎に同情し、または仲間を裏切る心持ちになって、あの手紙を八五郎に書かせ、現場に平時を踏み込ませる気でやってきたには違いなく、時が経つにつれ、冷たい夜風に吹かれて冷静さを取り戻すと、最初のその計画が自分ながら恐ろしくなり、急に気が変わって、 平次を巻いて逃げ出したものでしょう。五 <5? S 1> では、八五郎はどこにいるか平次は山下の抜け裏の入り口に立って、この時ほど自分の無力を痛感したことはありません。年始と女の口から聞きましたが、この夜更けに、 めくらめっぽうに根岸へ飛んでいったところでどうにもならず、唯一の頼りは三夜の三松の巣ですが、それも土地の御用聞きに頼んで厳重に見張らせている他に、平時自身も一日一度ずつは覗いているのですが、この間の事件があってから後は、ほとんど秋棚のように空っぽにして、三松は言うまでもなく、母親のおしげも娘のおのぶも寄りつきません。念のために、 山下中の路地を覗いた上、無理とは知りながら、ネギののたりを一回りして、平次は夜半近くなって、明神下に引き上げてきました。あの時の、平次の打ちしおれた顔は、長年連れ添っている女房のお静を、どんなに驚かしたことでしょう。お前さん八さんは見えないよ。うなだれた、 ヘイジの首筋からため息が漏れそうです。どうしたんでしょうね。あの、能天気な野郎が助けてくれと抜かすようじゃ。よくよく困った色に違いないに、肝心の女に立った女が姿を隠してしまったんだ。考えてみると、こちらがまぬけさ。まあ、一晩ゆっくり寝て、いい夢でも見るとしようか。ヘイジも投げるほかはなかったのですが、その晩ヘイジは、 ゆっくり寝るところの騒ぎでなく、まんじりともせずに、考え抜いて明かしたことは言うまでもありません。惜しい。わかったよ。明くる朝の日の目を見ると、平次は活然として胸を叩くのです。どうしたんです八さんの行方でもそこまではまだわからねえが、あれはキリシタンだったんだ。キリシタンご近所への注門だよ。 セッタ直しの身の松を使って手紙をやりとりしたり、集まる場所を打ち合わせていたんだ。仲間の割符は、あの四つ弁の梅の真鍮札ださ。中に掘ってある万字。四つ弁の花形、みんなクルスじゃないか。平次は自分に言い聞かせるように、おしずを相手に語るのです。巡礼は五栄華を歌って、人の門に立つのが当たり前だが、鈴鹿何か振ってまじ並みを一軒一軒もらって歩くか、 がけに歩くのが当たり前で一町内に12軒と襟出して歩く巡礼なんてそんなものはあるわけはないそれに護衛家の節も変だし文句もわけのわからないものだと言ったじゃないがそれは多分キリシタンの護衛家でこひとらの耳に聞いたんじゃわからない言葉に違えねい。もしそうだキリシタンの集まる場所か何かを限らせば蜂の野郎が縛られて閉じ込められているに違えねえ そんなバカなことはありそうもないが、と思ったのがこちらの間違いだった。相手がキリシタンだったら、ハチの野郎、命だけは無事に違えねえ。キリシタンは決して人を殺さないと言うじゃないか。が、キリシタンといえども、法的はどうするだろう。平時は一脈の不安を感じましたが、それを強いて打ち消して、とにもかくにも、砂利を噛むような心持ちで、朝の禅に向かいました。 それが、ざっと済んだ頃。親分、飛び込んできたのは、根岸の三吉という、日頃平時に傾倒している、若くて威勢のいい下っ引きの一人でした。どうした三吉平時は根岸から来た三吉の顔を見ると、茶碗を放り出して飛び出したのです。根岸に、大変なことがありました。三吉の話のテンポの悪さ。蜂がどうかしやしないか。 八五郎兄じゃありません。お梅というはじ茶屋の名台の女が、五因殿裏でしめ殺されているんで。よし、行ってみよう。八五郎に間違いがあったのでないと聞いて、いくらかほっとしましたが、ともかく、根岸と聞いては捨ておけません。五因殿裏に着いたのは、まだ朝のうち。とあるかげにらむしろ一枚をしとねに、あさましくも美女の死骸は、 よごたえられていたのです。燃え始めた若葉の上、電行が上から差し覗いて、淡い春の日、遠巻きにした野印馬の目にも、荒むしろからはみ出した白いすねと、踏み抜いた下駄が、赤い鼻を下にして、八文字に飛び散っているのが、不思議な魅力だったでしょう。あれですが、親分。小役人を分けて入った三吉は、荒むしろをのけて、 平治の前に死骸をさらしました。あ、あの女だ。様子は変わっておりますが、昨日、八五郎の手紙を持ってきて、明人下から上野山下まで、平治をおぶき出した、あの狐のような感じのする美女に間違いもありません。親分はご存知ですかん、いや、ほんの顔を知ってるだけだよ。上野の親の字を夢中に刺したという、名題の白狐ですよ。 呻と言って。色羽はじゃに今でも稼いでいるのが。それは昔の話で、近頃は男をこさえて、着衣の足は洗ったと言いますが。男というのそれがよくね男で、両国で瀬田直しをしている身松と言って。何身松平次はまた驚かされました。あれが身松の上婦となると、話はまた面倒になりそうです。 まったも初代を思ったのはほんのちょいとで、近頃、頃、の松とも別れたということですが、ともかくもう一応。三騎士は、ひとわたり説明をして、身を引きました。エリも妻も広く見られておりますが、それはおそらく、断末馬の反抗のためでしょう。すごいほど肉感的な女で、昼の光で見ると、周知と、貪欲と、おじょっかんと、魅惑で、こちらの胸が悪くなるようです。だが、 この女には罪悪と陰頭とで骨の髄まで腐っていそうなところに妙に清らかさが残っていて死の浄化のせいか女人成仏といった反対効果的な尊さの反面を持っているのは何としたことでしょう。傷というものは一つもなく強い腕で首のあたりを巻かれそのまま虐殺されたことは疑いもなく獲物の乱れのひどいのに比べて顔はむしろ透水的な。 宝越的な安らかさをた,たいているのです。緑は思ったほど贅沢ではなく、色派じゃえで鳴らした女というにしては、むしろ地味な方。ところで、死骸を今朝、土地のお百姓が見つけて、すぐ足に知らせてくれましたが、駆けつけてみると、少し裸けた胸の上に、これが乗せてありましたが、三騎士は、腹掛けのどんぼりから、真鍮の札を一つ取り出して、小銭かなんかのように、 自分の手で、ポンと裏を返してみせるのです。あ、あれがあったのが、胸の上に。なんでしょう、親分。さ、俺にもよくはわからないが、そういう平時には、もう一切の事情が、棚心を刺すようにわかっていそうです。下手人はすぐわかるよ。ところで、三吉。へえ、このあたりには、観音校の校虫が大勢いることだろうな。 そんなことを聞きますが、妙に資格しに隠していて、誰が孔中なのか、一向わかりませんよ。月並みの寄り合いなどはないのか孔中の者は、仲間の家によって、時々念仏孔だか護衛課だかをやっているようですが、どこに集まるか、これも見当はつきません。よし、勝負は今夜だ。八五郎は助けなきゃならないし、この女を殺した下手人は許しちゃおげない。手一杯に人を集めてくれ。 平時は日頃になく張り切っているのです。6。その夜、根ギを中心に張られた網は近頃にない大鳥物人でした。鳥物頭はよりき笹野新三郎。これは名目だけで実験は銭形平時が握ったも同様。それに浅草下屋から借り集めた組子がざっと30人。 銭形の親分。宮野万七親分が、岡倉の兄を連れて、お手伝いがしたいと言ってきましたよ。根岸の三吉は、そっと囁くのです。ここで、人騒がせをするんだから、土地物の宮野親分に、ちょいと渡りをつけておいたよ。よく礼を言っておいてくれ。え、そうですかね。三吉は、不服そうに引き上げます。八五郎がいると、ちょいと無事には済みそうもありませんが、その八五郎の消息は、 今もってわからないのが平時を憂鬱にします。三十人の組子は適当な間隔を置いて八方から根岸に入りました。一物。一物一層も見落とさぬせめてで、塩が砂地を侵食するような根強い調べです。遅い月はまだ出ませんが、この調子で舐めていくと、一軒一軒のおかずから根物語までも手に取るようにわかるでしょう。まして、 キリシタンの孔中の寄り合いなどがあったとしたら、どんなに息を殺したところで、その気配がわからないはずはありません。こうした網はしばらく続きました。五院殿裏の平時のところへは、口の歯を引くような報告です。親分、とうとう見つかりましたよ。すぐそこですがね、あの竹藪の奥の寮から、絵体の知れない御栄花が漏れて、大地を這うように。 寄せている者の身に響きますよ。よし、それだ。表からまっすぐに入れ、裏からは。宮の親分が裏へ回ったようで、油断するな。フクロウの声が合図だよ。この作戦は、まず間違いのないものでしたが、いざという時になって、ご栄華がぴたりとやむのを合図に、寮の八方から、どっと一時に火の手が上がったのです。用意した炎症で燃え草に火を放ったのでしょう。 それ、火事だ騒ぎは一瞬にして大取り物から火消しになりました。その頃の江戸の町がどんなに火事に対して敏感であったかは言うまでもありません。ともかくも表からも裏からもあまり人が逃げて出る様子もなく火消しに夢中になっているうちに多分は横手から逃げ散ったものかわずかに宮の万七の手に二人女が捕まったという心細いものでした。 親分、火の中に人がいるようですか三吉は燃え盛る猛火の中を刺すのです。よし、どんなことをしても引き出せ。蜂のいる場所知ってるかもしれない。平次が井戸端で一杯、春の水の冷たいのを頭からザブリとかぶって飛び込むと、三吉も負けじとそれに続きました。猛火の中に大然と座り込み、諸手を上に差し上げて、必死の熱湯を続けているのは、なんと、 それは両国の橋のたもとにいるセッタのおしのマツではありませんかみの、八五郎をどうしたどこへ隠した八五郎を殺してはお前の終始にもすんまいぞ。親分、私は死ななきゃならない。放っておいてください。マツは二人に手を取って引き出されながら、なおも猛火の中へ駆け戻ろうとするのです。八はどうした 八五郎を助けるのだ。あの人は大丈夫だ。土蔵の中にいます。あの、裏手の土蔵の中に。よし。平次が振り返ると、三吉はもう二、二三人の仲間を連れて、焼け残った土蔵の戸前に飛びついているのです。八が無事か、無事でないか、本人を見てから言うことがある。が、と、平次。い,いえ。私は最初から、八五郎親分を殺す気はなかった。あの人はあんまり、 色々なことを知っているので、仲間の者が身の処置をつけるまで、しばらくの間、八五郎親分に窮屈な思いをしてもらっただけのことです。身の松は必死となって弁ずんのです。この時三吉は材木を持ち出して、土蔵の扉はもう半分ほど打ち壊した様子。そのお前がなんで、あの女を殺したのだお前はお前と訳のある仲じゃないか。 お修士の方は人を殺すのはやかましく止めてあると聞いたが、兵士は大地の上にしょんぼり座って、寮の焼け落ちる炎を眺めている無心に近い水松に最後の問いを浴びせるのです。あれだけは悪かったと思います。でも一度、あんな暮らしから抜け出しても、あの女の魂だけは救いきれませんでした。あの女は、 私とおの部さんの間を疑って、私と元の寄りを戻さなきゃ、あの寮に集まった信者たちを、みんな上役人に引き渡して、二十何本の貼り付け柱を、鈴鹿森に追っ立ててみせると脅かすんです。脅しじゃありません。あの女は、それをやりかねない女でした。現時九年に、柴田町、九丁目地福寺の後に、五十本の貼り付け柱が立てられ、パーデレ・アンゼリス様、 パーテレ・フランシスコ様、シモン・エンポ様、その他、十六人の方々をはじめ、大勢のキリシタさんが、焼き殺されたことは、親分も、ご存知でしょう。あの女は、もう一度それをやらかして、笑ってやろうと言うんです。悪魔のような女でした。女は現に、昨夜もここを抜け出して、どこかへ行って帰りましたが、上役人に申し上げたから、お手入れも、 といいことではあるまい。お前たちはみんな揃って、張付け台の上から品川の海が眺められるよ。と、こう。その海は、昨夜、明神下の俺の家へ来たのだよ。俺を誘い出して、上の山下まで来ると、急に気が変わって、俺を抜け裏で巻いて姿を隠してしまったが、あの女が、あの女にもまだ、お前たちを、 訴え出る決心がつかなかったのだろう。ほ、ほ、っ天さま。松はいきなり大地の上、身を伏せました。炎はもう、両一面をなめて、どたりと胸着が焼け落ちると、火花の渦がむらむらと中天に湧き上がって、四方はカッと明るくなります。あの女にも、まだ人の心は残っていた。平時は目を反して、 今朝まで女の死骸のあった方を振り返るのです。私の、私の過ちでした。ともかく、何十人の同志の命を救うために、私は、あの女を殺してしまうのは正しいことだと思い込みました。でも、あの女にもまだ、はあ、はあ神様は、埋もれ身ほどの人の心を残しておいてくだすったのに、私は、 私はこの手で、この腕で、あの女を殺してしまったのです。久しぶりに、私の腕に抱かれて、私は嬉しい、と、泣きながら、喜んで死んでいくようなあの女を、私は、神様の掟を破って、とうとう、殺してしまいました。ほやぶん。ミは、泣きに泣きながら、大地を叩いて、女の名を呼ぶのです。仲間はもう、 みんな逃げてしまいました。私はもう、思い残すところもありません。どうか、この私を、大目殺しの下手人とでも、キリシタンシュートとでも、何とでもして縛ってください。私はもう喜んで、昔々の聖者たちのように、品川の海を眺めて、焼かれて死んでしまいます。水松が、身も世もあらぬ姿で嘆くところへ、土蔵の戸前を打ち破って、 散々の今しめの縄を解かれて、八五郎は虎の子のように飛んできたのです。親分、はい、すいません。飛んだしくじりで。八、まあ、無事でよかったな。三日も土蔵にじゃ、さぞ腹も減ったろう。平治の顔は、それを迎えて、ようやくほころびました。何より先に八五郎の犬布を心配したのは、そのためです。何 あの巡礼親子が親切にしてくれたんで、思いのほ他楽でしたよ。おや,おやおやおやそこにいるのは皆松じゃありませんかあの野郎に、あはうんと異分がありますよ。ああ、八五郎親分。皆松の顔には、なんと、八五郎の無事を見る喜びの色さえあったのです。野郎、お前にはひどい目に遭わされたぞ。大川の水を飲まされた上。 土蔵の中に三日も放り込まれていい。八五郎は原稿を振り上げて生きに立つのです。八、よそへみっともない。それを止めるのが平時にも精一杯。親分、宮の親分が寝をくれた親子巡礼を縛ってこちらへ来ましたよ。何親子巡礼。おしげさんとおのぶさんがとうとう。身の松はよろよろと立ち上がると、 恐ろしい衝動に打ちのめされたらしく、大地の上育児もなく、尻餅をつくのでした。み松お前はあの二人を助けたいのかと平治、平時。ゼニ型の親分、拝みます。あの二人には、何の罪もありはしません。足の手先になって働いただけで。み松はもう一度、大地の上に会うのでした。おおゼニ型の親分、大層、 お手柄を立てたじゃないか。宮野万七は、にやりにやりしながら近づいてきました。後ろからは、岡倉の聖吉が、おしげ、おのぶ二人の巡礼に、縄を打って引き立てております。宮野親分が、とんだご苦労だったね。ところで、ここは宮野親分の縄張りだ。大梅殺しの下手人を引き渡して、親分の手軽にしてもらいたいが、どうだろう。平次は、妙なことを言い出しました。 なんだと何が頼の。マシチはあまりのうまい話に肝を潰しました。大名殺しの下手人で、せった直しのミノマツ、キリシタンの先達でもあるそうだが、そんなことはどうでもいいとして、宮の親分の手であげた巡礼親子。あれはただの巡礼で、ミノマツに騙されて使い走るくらいはしたらしいが、大したついもなさそうだ。ミノマツの代わりに俺がもらっていくがいいだろうな。平次の狙いは、 そこにあったのです。おう、いいたもん。聖吉、親子巡礼の名を解いて、ゼリ型の親分に渡してくれ。その代わり、大名殺しの身の松をもらっていくから。それじゃ、この交換は、極めて簡単に、立ちが開きました。万七聖吉に、引き立てられていく、瀬田直しの身の松が、火の余人と、今出たばかりの月光に照らされて、 親子巡礼の泣き濡れた姿と、平次の顔を、不潮がみ、不み行くのを、何が何やら訳も分からず、八五郎は呆然として見送っているのでした。明る日の昼頃、おしげおのぶの親子巡礼は、平次と八五郎に送られて、高輪の軌道を越して、東海道の旅に登りました。 それじゃ、おっか、おのぶさん、道中気をつけて、まっすぐに、故郷の遠州下がらへ帰るんだぜ。旅には慣れているようだが、水あたり、食あたり、ことに、ごまの灰に気をつけるように。平次はつい、余計なことまで気を配ります。ありがとうございます。土曜まで、たくさん頂戴して。もう決して、二度と、江戸へ出ることじゃございません。皆さんの冥福を、お祈りして、生涯。 サガで暮らします。母子の声は濡れました。そうそう。その心がけだよ、おのぶさん。親孝行するんだ。おしい姉さんによろしく。たった一晩だけれど。昨夜は寝ずに、私どもの旅支度までしてくだすって。なに、そんなつまらねえ。それじゃ、親分さん。親子巡礼は、見返りがちに品川へ入っていきます。 東海道の4月、桜は八重が真っ盛り、菜の花畑の中を二人の異様なご栄華が、江戸のるつぼを遠ざかっていくのです。親分、まだ江戸には霧山州とかうんといます帰る道々、八五郎は妙なことに気がつきました。あの二人の巡礼が歩いた家の門口の真鍮の札は、 私はみんな覚えていますかそいつを藤繰り出して、また江戸に貼り付け柱を百本も立てたいとお前は言うのかそんなわけじゃありませんがね。それじゃあ黙っていろ。御用聞きは人を縛ればいい手物じゃない。へえ。そんなに縛りたきゃ米屋に奉公して俵でも縛るがいい。むやみにキリシタンなどを縛るのは拙長じゃないが。そいつは自社のお侍に任せておけ。 あの二人はもう川崎かな。足を外れだからまだ南品川でブラブラしているかもしれないな。平治は立ち止まって後ろの方、萌えの奥を振り返るのです。こうして、現時九連の大迫害以降、江戸からはキリシタンの姿を潜めましたが、地下水のごとく戦闘して、細々と明治の五海禁まで続いたということは、 なんという、おしうしの強さでしょう。ミノは戦議中老死し、根岸から三夜へかけてはびこったキリシタンも、それっきり、消息を絶ってしまいました。